全に忘れてたわ。いえ、今後の生き方に変更がないのであれば、すぐにでも撃ってください。戦いが終わった後でも構いませんが、効果が現れるのは数日後です。しかし戦闘ともなれば、誰かしらの返り血を浴びることになります。間違って口にでも入ったら大変ね。すぐに撃ってくるわ。それでは、私は失礼しますね。帰って早速強化薬を作るのね。それもですが、状態異常を治す薬が厄介ですね。即効性がなければ戦闘中に大きな隙ができてしまう。だけどその分、体に大きな負担がのしかかりそうね。はい、なるべく体に負担のないものを作ります。それでは。ありがとね。化けたちは使用中か、私も力を強化しないと。とにかく、ダメージを与えられなきゃ始まらない。少し戦い方を考えてみるか。私とフランの悲鳴ですって。そんなの、私は絶対に信じない。それって本当なの？はい、私の考えが正しければですが。いえ、正しくないとまずいですね。私はそれに全てをかけていますから。光と闇、それらが二つ同時に存在しているのならば、おそらく、光側にも多少は力が残っているはずです。朝にでも確認してみてください。うん、わかった。ですが、その力は最後まで使わないでください。どうして？本体は闇に移動しています。つまりは力に回数が限られているはず。フランさん、奴はあなたにしか止められない。時が来るまで待ってください。うん。大丈夫ですよ。なんとかなりますから、安心してください。それと、変なこと気にしちゃダメですからね。闇が強まってしまいますから。そうだよね。もっと前向きに物事を考えるようにするよ。そうです。希望を捨てなければ、どんな絶望でも人は前を向いて歩める。それを、忘れないでくださいね。みんなと思いを一つにするんです。うん。それじゃあ今日は帰りますね。おやすみなさい。うん、いろいろありがとね。いえいえ。もう、逃げないって誓ったんだ。自分を表に出さなきゃ。これ以上、私のせいでみんなに迷惑をかけたくない。ほら、何休んでんのよ。もっと集中しなさいよ。いや、夜中寝てる時に爆音で起こされたんだぜ。疲れが溜まって集中できねえよ。明日にしようぜ明日。もう、しょうがないわね。パチュリー、今日は泊まらせてもらうからな。朝になったら起こしてくれ。おやすみ。まったく。パチュリーは何してるのよ。あなたも休んだら。私はいいわ。アリスは休んでてもいいわよ。私はまだやることがあるから、すぐにでも習得しておきたいのよ。これ、破壊魔法の書物じゃない。メテオを覚えたいの。フランありきの魔法だったし、能力が使えない以上、私がちゃんと覚えなきゃね。アルテマが基本強力な魔法だけど、あまりにも魔力を使いすぎてしまう。いいわ、それじゃあ私が手伝う。得意な魔法でもないけど。いいわよ、あなたはあなたの修行をしなさいよ。大丈夫よ、やりたいことはもうできたから、あとは実践で試すわ。それに小悪魔のために頑張ってるんでしょ、手伝わせなさいよ。フランのためでもあるわよ。いいわ、知識を貸してちょうだい。あんたも覚えるのよ。あ、できれば私はアルテマを覚えたいわ。次教えてよね。アリスのやつ、結構積極的になってきたな。ソフィア、寝ないの？すぐ向かいます。お先に寝ててください。わかったわ、おやすみ。おやすみなさい。今手を打たなければ、取り返しのつかないことになってしまう。やはりやるしかありませんね。わぁ。キメイマル、起きたの？ねえ、ちょっと買っといてほしいものがあるんだけど。ねえ、あんた大丈夫？私は仕事があるから、買い物頼める。お金とリストはテーブルに置いておくから。余ったお金で好きなもの食べておきなさい。それじゃあね。夢、だよね。霊夢さん、大丈夫ですか？わからない。なんなのよ一体。すごい汗ですよ。具合が悪いんですか？違うわ。その、変な夢を見たような、思い出したというか。思い出したとは？わかんない。何が嘘で本当なのか、全然わかんないのよ。すみません、霊夢さんかソフィアさんいますか？ヨウムさん。やっと起きたわね。さあ、始めるわよ。ちょっと、聞いてるの、時間がないのよ。なあ？私って、霧雨マリサだよな。いつまで寝ぼけてんのよあんた。昨夜。よかった、無事だったのね。ちょっと気になることがあるわ。ここを頼めるかしら。お嬢様、どうしたの？私に、何か隠してることはございませんか？夢ですか？はい、ゆり子様も変な夢を見たとおっしゃっていまして。特に気にはしなかったのですが、人里でも同様の現象が起きて問題に。おそらく霊夢さんも、その現象の被害に遭ったのかと。霊夢さんは大丈夫なんですか？はい、私は特に不思議なことは。私も特には、調査しないとなんともですね。急がないとまずいわよ。ゆかりさん。夢と現実の区別がつかなくなってる。さっき何人か殺し合っていたわ。そこまで被害が。ねえ、これって破壊神が原因なんじゃないの？あなたたちの力を使ったとか。確かに、時期的にはそうですね。いいえ、その可能性は限りなく低いかと思われます。どうして？
マシンさんの扱う技の中には、悪夢を見せるというものは存在しますが、広範囲の技であり、不特定のものに見せることはできません。もし私たちを苦しめるなら、毒を蔓延させた方が早いですし。それに、直接的な破壊や殺戮を楽しむような人です。可能性は低いでしょう。だとすれば、他の敵がいるってことよね。どうしてこのタイミングで。いえ、敵とは限りません。もしかしたら本人に自覚がないのかもしれません。一番面倒なタイプじゃないの。これじゃあ霊夢の修行もできないわ。しかし、どうして夢を見たくらいで荒れているのでしょうか。怖い夢を見たなーって程度で済みませんか。区別できないほどには。ゆかりさんがおっしゃったように、これは急がないとまずいかもしれません。霊夢さんは、思い出したと言ってました。それと騒動の問題を考えると、平行世界を見せられている可能性が非常に高いです。それって、同じ時間に別の出来事が起きてるってやつですか。そうです。本人にとってはそれも現実、この世界線との区別ができないのも納得です。あ、おはよう。うわぁ。何よ、失礼ね。厄介なのは感情も植え付けられること、怖い世界ならともかく、誰かを殺してしまったり、裏切られた時の記憶など、そんな記憶を植え付けられれば、どうなるかわかりますね。師匠、失礼します。強化役の、師匠。どうなされたんですか。ねえ、冗談じゃないみたいよ。本当に何が正しいかわからないみたい。今調べてるわよ。少し待ってて。大体ただの記憶喪失ならともかく、記憶を失った夢で自分がわからなくなるなんて、聞いたことがないわよ。そうなると、もうエイリンに頼るしかないわね。敵なら私たちにも影響があるはずだし。そうね、記憶なら魔法じゃない。おそらく術の方か誰かの能力か。何？昨夜。本当なんですね。お嬢様。お願い、話を聞いて。どうして、今まで黙ってたんですか？どうして、私の両親を殺したんですか？信じてたのにどうして？ちょっと、何があったのよ。何が起きてるの？あんたたちは下がってなさい。何を言ってるのよ。そうよ、まずは昨夜を止めないと。プライベートなことよ、誰も呼ぶんじゃないわよ。たち、運命の時が来た。そういえば意味はわかるわね。時が来れば、私はその子のために命を捧げるつもりよ。もしかして、昨夜が、アリス、マリサとフランを連れて外に出るわよ。はぁ、なんでよ。いいからフランを連れてきなさい。もう、なんなのよ一体。あまり、周りの者を巻き込むもんじゃないわよ。どの口が言ってる、私の両親が、お前と何の関係があると言うんだ。何の権利があって、人の幸せを奪った。答えろ。それで、お嬢様一人を残してきたんですか。このことに関しては誰にも言えないわ。絶対に助けようと入ってはダメよ。しかし、こんな状況ですよ。たとえ個人的なことだとしても。何かが起きてるわね、マリサや昨夜が同時期に。犯人は捕まえましたよ。え？ソフィア、犯人って、キネイマルが？ちょっと、僕関係ないですって、信じてください。とりあえず、説明のために中に入ってもいいですか？ごめんなさい、今はちょっと。状況を察するに、昨夜さんに異変が起こり、レミリアさんが対応、ですね。よくわかったわね。それも全てこの人が原因です。とにかく中へ。だから違いますってば。平行世界の記憶を操る？そうです、おそらくその過去もですね。霊夢さんも同様の被害が、そして記憶は感情にも影響します。それでマリサと昨夜が、だったら、昨夜が荒れているのは別世界の影響で。いいえ、昔レミーから聞いたことがある、事実として過去にある記憶よ。霊夢さんの精神も危険な状況です。マリサさん、具体的にどんな気分でしょうか、そして記憶や感情は。そうだな。みんなが他人に思えたり、自分が本当は誰なのか。だけど一緒に過ごした記憶もある、複雑な気持ちだな。今でも他人に思えてしまう時があるんだ、正直怖いぜ。ありがとうございます、大きな混乱を招く危険な力。この人からその力を感じる、まだ能力を解放したばかりですね。この騒動はいつからなんですか？今日の朝からです。僕がその力を持っていたとしてもですよ。一日中人間界にいたので、僕じゃない可能性が高いかと思うんですが。はぁ、魔法も使えないのにどうやって人間界に行ったのよ。それは、鳥居を通って。力を解放した影響で、別世界の記憶が混ざった可能性がありますね。ああ、そういうことですかね。結構リアルというか、ついさっきのことですけど。確かにこれが夢なら、危険な力ですね。どうすればいいでしょうか。私がその能力を、一時的に封印します。そんなことができるの？封印といっても本当に数日間のみ、3人いればほぼ完全にはできますが、思いで解放した力、無理やり封じることはしません。理想はキネイマルさんが安定して使えるようになること。今は、これ以上の被害を出さないために、封印することが最善の策ですね。しかし、一度植え付けられた記憶を消し去ることは、私にはできません。それじゃあ、マリサたちは一体どうするのよ。これは可能性の話ですが、まだまだ不安定な力。封印することで、時間が経てばその記憶も消えていく可能性も考えられます。とりあえずは、全部が終わるまではってことか。
はい、人里で起きてる騒動も、今は用務さんに対応してもらってます。キメイ丸さん、封印していても安心はできません。あまり感情的にならないようにお願いします。そうなると力が強まりますので。わかりました。全然そんなタイプでもないんですが。皆さん、ご迷惑をおかけして、申し訳ございませんでした。謝る必要はないですよ。誰にでも起こり得ることですから。それに、安定すれば、人にいい夢や記憶を与えることができます。私は素敵な能力だと思いますよ。自信持ってください。この力で、人を救うことが。できるわよ。レミリアさん。すごい傷ですけど、大丈夫ですか？レミー、お嬢様、昨夜さんは。泣き疲れて眠っただけよ。私も昨夜も大丈夫。話は今ちらっと聞こえたわ。他の世界の記憶を植え付けるんですってね。そうらしいです。危なかったわね。私が予知夢だと思ったままだったら、あんた死んでたわよ。なぜに？あんたが原因で私の家族が死んだ。そんな世界を見たからよ。それじゃあ、レミーも夢を。私の能力が関係してると思ってね。だけど違ったみたい。それほど危険な夢を見ながら、よく心が壊れませんでしたね。もちろん良かったし、前もって対処してやろうと思ったわ。だけど、良くも悪くも、昨夜が止めてくれた。キメイ丸、あんたに感謝するわ。どうして?あなたのおかげで、お互いに思いを伝えることができたの。より昨夜との絆が深まったわ。ありがとう。僕は何も。だけど、能力を封印してしまったら、その思いもリセットされちゃうんじゃ。いいえ、きっとその思いだけは、永遠に残り続けますよ。どうして?人の思いは、能力同様理由なども止めません。人を好きになる時と一緒ですよ。愛にはどんな力でも勝ることはないのです。そういうもんなのかしら。たとえ思いが薄れたとしても、心には残り続けます。それではすみませんが、いいですか?はい、お願いします。よかったわね、レミー。望み通り幸せを与えられたわ。これも運命なのかしらね。だけど本当に良かった。そうね、よく乗り越えたわ。理由はわかりませんが、昨夜さんは強い子ですから。人を許す心、その先にいい未来が。本当だね、思いを伝えられるとこんなに違うんだ。それじゃあマリサ、修行始めるわよ。すみません、あなた誰ですか？半分は覚えてんだろ、わざとらしい演技すんな。まあいいわ、少し休んでからにしましょう。そうですか、別世界の記憶を。今女神ソフィアが対処してくれてる、時期に収まるわ。ですが、現実なんですね。だけどあなたであってあなたじゃない。そういう世界もあるんだな程度に思っておきなさい。難しいかもしれないけど、あなたは強い。惑わされてはダメよ、家族のためにもね。それじゃ。そうですね、闇が人の全てではない、光と共にあるもの。闇があるから、光は輝くのですから。どうだい、サナエの調子は。なんとか落ち着いて、今は寝てるよ。あんなサナエ、二度と見たくないよ、ずっと何かに怯えていた。もうことは済んでる、あとは時間が解決してくれるよ。今回の件といい、吸血鬼の妹といい、あんたはどう思う？明らかにあの女神たちが現れてから起きた異変だよ。ヘカーティア様はこうなることが分かってたんだ、やっぱり追い出すべきだよ。ただ重なっただけかもしれないよ、それを証明することはできない。それに異変が終われば出ていくとも言っていた、何も心配いらないよ。本当にそう思うかい？あの子たちのことだ、ヘカーティア様に敵対してでもここにいさせようとしそうだよ。事情が事情だし、大丈夫じゃないかな。それよりも破壊神の存在だよ、私たちもできることはやらないと。それがね、後始末は自分たちにやらせろって話だ、ゆかりは向かうらしいけどね。そんな、死人が出たらどうすんのさ。ゆゆ子も動けない、これは決定事項だよ。私たちは協力関係にあるけど、友達でも仲間でもない、わかるだろ。わかるけど、それでサナエに万が一のことがあったら。大丈夫、ゆかりには話してある、様子を見てから向かうとしよう。破壊神もヤバそうだけど、ヘカーティア様だけは怒らせてはいけない。誰かが失う可能性があるリスクは、選ぶべきじゃないよ。エイリン、あなたは命をどう思う？どうとは？永遠ほど罪なものはない、寿命があるから価値がある。私は、助かってよかったのかしら。なぜそのようなことを、姫様が亡くなられては私は悲しみます。だけど、私がいない方が、冷戦もみんな自由になれるわ。せっかく月から離れたんですもの、縛るものがない方がいいに決まってる。姫様からは、霊仙たちが苦しんでいるように見えるのですね。そりゃそうよ、優しく接したことなんてないもの。霊仙たちが嫌いですか？さあ、正直どうとも思ってないわ。誰かを失うことが怖いんですね。な。どうせ仲良くなっても自分より先に死んでしまう。好きになればなるほど別れが怖い、その辛さを永遠に背負わなければならない。それが嫌なんですよね。そんなことないわよ、勝手に決めつけないで。もういいわ、私は寝るから。姫様、霊仙たちのことが大好きなんですね。私もみんな、姫様が大好きですよ。これだけは覚えておいてください。命の価値は、長さで決まるものではありません。人の心に、どう残り続けるかです。おやすみなさい、姫様。
今日は、特に月が綺麗ですね。きっと、みんなと一緒なら。すみません、あとは頼みますね、霊夢さん。いやー、よかったよかった、ちゃんと気づいてくれるか不安だったよ。しらじらしいですね、あんなわかりやすい力を出せばわかりますよ。まあまあ、君は他のお友達を巻き込みたくない。僕も邪魔者が増えると面倒だし、お互いにメリットがあるじゃん。それにさ、あんな簡単に壊れるもの、壊したってつまらないじゃん。君みたいな強い存在の方が、壊しがいがあるってもんだろ。さあ、他の奴らに気づかれると死人が出るよ。さっさとこの空間に入ってくれ。あらら、案外すんなり入りましたね。君が負ければ世界は終わりなのにね、よほど自信があるのか。まあ、いっか、ボッコボコにしてやろうと。あはははは。あら、私、いつの間にか眠って。ソフィア。トイレじゃないし、こんな時間にどうして。霊夢さん、突然姿を消してしまい、申し訳ございません。あなたが目覚めた頃には、私は破壊神に敗れているでしょう。しかし、みすみす奴の力の糧になるつもりはありません。私の光を、みんなの希望を、あなたに託します。その光は、ただの光ではありません。優しさと愛情を合わせた一つの思い、そしてみんなの願いです。きっと、闇を晴らす明かりとなり、救いの光となるでしょう。幻想郷に必要なのは、私たちではない、あなたなのです。あなたが皆さんの希望であり、そして自由の象徴なのです。最後に、一つだけ。私のために、悩んでくれて、ありがとうございます。私のために、そばにいてくれて、ありがとうございます。数日間と、短い間でしたが、私にとっては、かけがえのない、とても素敵な時間でした。ソフィアー。霊夢さん、今まで本当に、ありがとうございました。大好きですよ、霊夢さん。ソフィアの、バカ。終わらせるわよ。マリサ、記憶の方は大丈夫なの？ああ、なんとかな、他の奴らも戻ってるといいが。みんなは、今こっちに向かってるわ。よかった、ちゃんと気づいてるのね。おいおい、何を言ってんだよ霊夢。こんなの、気づかねえ方がおかしいって、あからさまに誘ってやがる。あいつをぶっ飛ばして、ソフィアたちを助けるわよ。みんな白霊神社に向かってるわ、私たちも行くわよ。それじゃあ行きましょうか。みんな、伝えたいことがあるの。まずはその、私のせいでコアやみんなを巻き込んでしまった、ごめん。私はもう逃げない、だけど一人じゃ無理なの。お願い、コアやソフィアちゃんたちを助けるために、私に力を貸して。もちろんよ。必ず、コアと妹様の力を取り戻しましょう。それじゃあ、ぶっ飛ばしに行くわよ。はい。しっかりね。はい、ゆり子様も、危険を感じたらすぐに避難してくださいね。私のことはいいわ、みんなのことを頼むわね。はい、それでは行ってきます。やばくなったらちゃんと逃げるのよ。はぁ、大丈夫かしら。さなえ、気をつけてね。はい、諏訪子様とかなこ様も、人里の皆さんをお願いしますね。さなえ、行きたくなかったら行かなくてもいいんだからね。さなえがわざわざ危険を犯してまで向かうことない。やめな、さなえが困るだろ。みんなに任せればいいさ、さなえはここに残るんだ。すみませんが、それはできません。友達が頑張ってるのに、必要としてくれてるのに、私が逃げるわけにはいかないんです、わかってください。それに、もう二度と、大切な人と離れたくないんです。大丈夫ですよ、私たち最強なんですからね。約束します、必ずみんな一緒に無事に帰ってきますから。それじゃあ、行ってきますね。初めて、反抗された。だね。やったー。で、姫様をお願いしますね。もし大丈夫だったら、あやさんたちの手伝いをしてあげてね。うん、任せて、お師匠様と霊戦も頑張ってね。それじゃあね。霊戦。うん、何よ。絶対に、帰ってきてね。当たり前よ、私嘘ついたことないでしょ。霊戦、みんなが待ってるわ。それじゃあまたね。またね、か。いいのか、行かなくて。なんで私が行かなきゃなんないのよ、関係ないもの。そうか、それじゃあな。ちょっと待ちなさいよ、あんたそれが原因したわけ。なんか言いたいことがあるなら、はっきり言いなさいよ。まあなんだ、自由にバカやってていいし、好き勝手にすればいいさ。何よそれ、あんた喧嘩売ってんの。自由にすればいいって言ってんだ、だが後悔はするなよ。亡くなったものは戻らねえぞ、言いたいことがあんじゃねえのか。まあ、人のことは言えねえけどな。
うっさいわね、わかってるわよ。そこ動くんじゃないわよ、いいわね。世話の焼ける姫様だこと。エイリン。姫様。どうしてこちらに。すみません、皆さんを待たせてしまってるので。すぐ終わるから聞いて。まずはその、二人とも無事に帰ってきなさい。これは命令よ。それと、あの女神に、私からの誰を言ってないわ。助けてもらったの。だから、あの女神も絶対に助けて、以上よ。そうでしたか、ソフィアさんに。早く行きなさい。待たせちゃ悪いわ。それでは、行ってきますね。行ってらっしゃい。なんだこれ、本当に使えるんだろうな。安心しな、武器に関しては君より上のつもりだよ。そうか、それで使い方は。リュックに説明書入れておいた、後で読んどきな。わかった、それじゃあ行くよ。おっと、そのリュックにいいのを取り付けておいたぞ、外に出ろ。あ？よし、そこにボタンがあるだろ、押してみろ。これか。あ、ターボエンジンか。そうだ、それで自由に空が飛べるぞ。おお、それは助かる。それじゃあこれが点火か。そうだ、押してみろ。おお、飛んだね、成功だ。キルノちゃん、気をつけてね。うん、リブルたちは任せなさい。私たちもテラコヤに向かうから。うん、先生やルーニアたちをよろしく頼むね。それじゃ、私たちも急ぎましょう。妖怪やモンスターたちも荒れてるわ。はい、皆さん、モリア神社各地に避難してください。ここは危険です。そこなら安全です。急いでください。今ので全員なはずよ。私たちも急ぎましょう。私は誰も残ってないか確認してから向かうわ。小杉は先に避難してて。ダメだよ、だったら私も手伝う。大丈夫よ、心配しないで。いいえ、二人とも避難してください。あやさん、旗手さんにもみじさんまで。ここは私たちに任せて、あなたたちは神社に向かってください。旗手、全部たちはとりあえず妖怪の山付近に数名、他は救助に向かってもらってる。モンスターたちが各地で暴れ回ってるそうよ。人数が足りるか微妙なところね。まずいですね、急がないと死人が出る。ここは私一人で十分です。もみじと旗手は他の救助に向かってください。了解です。私たちも手伝うぞ。皆さん、どうして。ユーカと大妖精もここに向かってる。私たちも協力するから指示をくれ。なんで私がこんなこと。ほら、時間がないんでしょ。早く指示してちょうだい。わかりました。まずはそうですね、みんな考えることが一緒だね。そうだね。わかったわ。そこのホタル、一緒についてきなさい。私のことをホタルと、姉さん、一生ついていきます。もこう、虫除けスプレーは。姉さん。さて、私たちはこのエリアを確認するぞ。あの、緑かぶ屋さんが参加してくれましたね。あはは、あいつが言い出したんだよ。救助に向かおうってな。本当ですか。まあ、みんなには黙っといてくれ。あいつなりに頑張ろうとしてるんだ。わかりました。それは本当ですか。湖も汚染されるかもしれない。みんなに伝えてどこかに隠れるなりした方がいい。正直どこまで被害が出るかわからないけど、わちきも避難するから頼むよ。わかりました。情報ありがとうございます。オリンとオクーは、ここへ向かってる人間たちのサポートをお願いします。了解です。小石は、怪我人がいないか周囲を見渡してきてください。はーい。あんた、よって手伝う気になったね。私も別に乗る気じゃないですよ。ただ、あの役のゆかりが頭を下げてきました。なんだって。賢者としてでなく、良き友人として。あの鬼のためと、私たちが望む世界のためにと。あの鬼の神か、授業で何かあったのかい。詳しくはお聞きしてません。役のゆかりはともかく。友達と言ってくれた、あの鬼神のためにも、私はできることはやりたいんです。だったら私も手伝うよ。何からすればいい。ゆかり様、無事に帰ってきますよね。何も心配はいらない。ああ見えてゆかり様は強いんだ。それにレイムや多くの仲間がいるからな。私たちは帰りを待ってよう。そうですね。早く帰ってこれるといいな。また起きない戦火、嫌なの感じかしない。マリサ、レイム、どうかまた世界を救ってくれ。ユータツにしか、この世界は救えないんだ。みんな集まったかしら。ゆかりは来るのか。今空間を調べてるわ。あれ、そういえばニトリも来るって言ってなかったっけ。おい、あれニトリじゃないか。おい。お前、大丈夫か。レイム。空間は特に問題なかったわ。その気になれば出ることも可能よ。わかったわ、マリサ、ニトリをお願い。ああ、任せとけ。行きましょうか。いよいよね。ソフィア、今助けるからね。なんなのよ、ここは。みんな、ちゃんと揃ってるわね。ねえ、これ見てよ。何よあれ。なんなの、一体。ねえ、多分これ、転送装置だ。
イと戦った場所にもあっただろ。多分同じやつだよこれ。ヨウムさん、どう思いますか？私が今予想してる通りなら、かなりまずいパターンですね。何なんでしょうか？あれは、おそらく、三頭身そのものですね。左側は、悪魔のような姿をしていますし、右側は、おそらく鬼です。そして、真ん中は、女神、ってことね。はい、もしかすると、あれが彼女たちの中に宿る能力の姿。まさか、あれを倒せってことですか？逆にあれを倒せなければ、破壊神にも勝てないってことです。神を倒す力がなければ、神と戦う資格がないってことか。みんな、おそらく三頭身と戦うことになる。誰と戦うか話し合って決めるわよ。おいおい、マジで言ってんのか、本当に戦うってか。ねえ、これって倒せば桑たちを取り戻せるってこと。力は奪われたままでしょうけど、もしかしたら解放されるかもしれないわ。ソフィアたちは操られてるってこと？どうなのかしら、使命は世界の調和、能力側が暴れるってことは考えにくいし。今は何の話し合いをしてるんだ？おお、起きたか、これからソフィアたちと対決だ。なるほど、メンバー構成か。ならば私はマシンと戦う、ウイルス対策もバッチリだからな。私もよ。私はコアを助けたいの、いいわね。よし、これで二人だ。人数的に五人ずつがバランスいい。あと三人はどうする？マリサ、アリス、お願いできるかしら？ああ、もちろんだ。魔力勝負と行こうじゃないの。構わないが、マシンは継続性が弱点だと言ってたぞ。魔法は持ってるのか。なんとかなるわよ。ああ、君たちねえ。私、継続性魔法なら得意ですけど。おお、そうか、なら君にお願いしようかな。待ってくれ。私はチルノを守るって大妖精と約束してんだ。チルノを連れてってもいいか？私は構わないが、こきやさない。大丈夫かい？あ、はい、私は騎士以外なら何でも。チルノ、頑張ろうな。うん。ならサナエさん、私と一緒にソフィアさんを助けましょう。わかりました。姫様を助けていただいたと聞いてます。今度は私が。なら私も一緒に。私もソフィアと戦うわ。白霊の巫女として、責任を果たさなければ。私は鬼神さんと戦います。敗北したままで終われません。リベンジさせてください。私も鬼神さんで、今度こそ決着を。どうしようかな。私とフラン、サクヤとメイリン、そしてヨウムの5人で行くわ。お嬢様。ヤクモリカリ、問題ないわね。ええ、勝てればいいわ。それじゃあ私は女神ソフィアね。皆さん、身体強化薬と回復薬をお渡しします。受け取ってください。それと、ニトリさんのチームには、あらゆる状態異常を治す薬を、アリスさんもいるので、よほどのウイルスでなければ問題ないかと。ありがとう、助かるよ。それと強化薬ですが、強力な代わりに効果時間が短いです。ここぞという時にだけ使用してください。人数的に一人二つお渡しできます。わかったわ。それじゃあ、みんな行くわよ。終わったらここに合流しましょ。みんな頑張ってね。お前たちも頑張れよ。絶対死ぬなよ。みんな、また後でね。はい、皆様、どうもこんばんは、キャフカです。今回特別ゲストに来ていただいております。キャフカさんです。皆さんどうか盛大な拍手を。どうもどうも。それではこちらにどうぞ。いやぁ、三頭身全員吸収したとは本当ですか、キャフカさん。まあそうですね。いやぁ、三頭身ってめちゃくちゃ強いとお聞きしてますが、よく勝てましたね。破壊ボランティア活動を日々行っておりますのでね、そのおかげかと。なるほど、苦戦されたお相手はいらしたんですか。あはは、ここだけの話、鬼神はギリ危なかったですね。あんな鬼でも仲間には甘いんでね、最初から本気で来てたら負けてたよ。ほう、確かマシンを最初に吸収したと。そうだね。ここだけの話、マシンと戦う羽になったら勝ててましたか？いやー、どうかな、鬼神もマシンも力は完全に僕より上でしたけどね。性格的問題で敗北するでしょう。ただ最初に鬼神だったら負けてました。ほう、案外すんなり鬼とねに、女神はどうだったんですか？それがさ、聞いてよキャフカちゃん。なんか拍子抜けというかさ、結構苦戦せずに勝っちゃってさ、最初に感じた力より弱かった気がするんだよね。気のせいかな。マシンと鬼神を吸収したせいで、大した力に思えなくなったのでは。なるほど、頭いいねキャフカちゃん。いやー、キャフカさんには負けますよ。あはは。おっと速報です。なんとあの巫女やら吸血鬼が、三頭身に挑むそうです。いやー、緊迫した空気になってきましたね。結果はどうなると予想してますか？僕ね、少し戦ったことあるけどダメだねあれ。あらら、弱いんですか？なんだろうね、良くも悪くもバカだねあれは、真っ先に死ぬタイプだよ。それでは、視聴者の皆様も、ぜひ勝敗を予想してみてください。正解したら、キャフカさんからプレゼントがあるんですよね。そうそう、僕の新曲ができたからね、そのライブチケットをあげちゃうよ。現在ミュージックダウンロード数4週連続1位を獲得のキャフカさん。チケットも即完売しておりますので、このプレゼントはかなりプレミアムですね。僕の抑えられない破壊衝動、ぜひライブに聞きに来てくれ、待ってるよ。応募方法はこちらから、見事当選したら通知が来ますよ、お楽しみに。やべえ、チケット絶対欲しい。どっちが勝つかな。
なんてね、三頭身が勝つに決まってまーす。チケット確定ゲットデイ。君たちもどっちが勝つかコメントしてみな。あはははは。さてと。あいつらがどう抗うのか、楽しみですねー。おいおい、なんかかなりヤバそうじゃないか。闇の力が合わさって、本来の力を引き出したって感じかしら。なんかすごく気分悪い。君たち、これをつけろ。お前、すごい装備だな。すでに毒が蔓延してる。しかもこれは毒沼だ。起きたら一巻の終わりだぞ。それと回復薬と解毒剤、そして身体強化薬だ。先に渡しておくぞ。すごい、酸素も送り込んでくれるよ。基本回復は私がやるわ。回復薬と解毒剤は緊急時に使いなさい。あらこれ便利ね。喘息持ちの私にはぴったりだわ。お前喘息持ちだったのかよ。ならば作戦だが、マリサとキルノが特攻。私含め残りの3人は遠距離だ。遠距離ってあんたら何するのよ。もちろん、ぶっ放す。お、めっちゃかっこいい。気をつけろ、来るぞ。マジかよ、どんどん力が上がってくぜ。あっけに取られてる暇はないぞ。急いで指定地に向かえ。くらえ。あ、消えたぞ。ニトリ、すぐ目の前よ。このニトリ、避けろ。オラオラ、マリサ様が相手だ。行くぞキルノ。うん、攻撃しろすぎ。つなげて。弾道陣に突っ込まないで。片方は背後を狙うのよ。サンダが無理で聞いてないわ。くそ、やったかとね。これならどうだ。じゃあ、グルーブは、くらえんわ。ちょっと、嘘でしょ。あは。キラムラ、早くみんなを回復しないと。幸いなことにコアは暴走状態、思考力が失われてる。それはどうかな。な、久々にこの力に戻れた、感謝するぞ。さて、顔がよく見えないな。マスクを外してもらおうか。ゴア、私がわかる。あ、確認。消え。まだお前たちは毒を防げない。苦しみながら死んでもらうぞ。無理だぞ。どうした、その程度か。ならさっさと死んでくれ。マジかよ、このままじゃやべえ。任せろ、君はエネルギーを貯めてるんだ。お前、一体何をする気だよ。なーに、少し脅かしてやるだけさ。ベノムバイト、なんだ。くだらんな。なに、目代わりなもの。さあ、今のうちよ。え、もう一発いくわよ。全然効いてねえ。奇襲に比べて防御は低いはずよ。もっと魔力を高めて確実に当てて。わかった。君も、いけるわね。うん、きっとなさい、アルテマ。あら、回復。さあ、今だかな。あらー。あ、あれ、天からの一撃。うわ、先に回す。おい、あの通り、なんか色が変じゃねえか。おそらく氷と毒の複合魔法よ。初めて見たわ。おい、それって放置してて大丈夫なのか。急がないとまずいわ。侵食が強まると薬で治るかどうか。どうにかして助けたいけど。魔法防御が異常に強いのよあいつ。毒性耐性も性毒性以外強いわ。次は誰にしようかな。ふふふ。これでも食らいなさい。お前、耐えれるもんなら耐えてみなさい。寝てよ。バカだ、その程度の魔力じゃ傷一つ与えられんぞ。話にならんな。待て、あははは、面白いやつ。うわ、お前、どうやって脱出したんだ。毒はどうした。誰が教えるか、いてつく派だよ。いいよみんな。じゃあな、トライビデスター。すごい魔力だ。次はちゃんと当てるんだな。まずい、こっちに飛んでくるわよ。マリサ、後ろ。お、な、お、アリス、あの野郎。クソ、消えてやがる、どこに行った。アリス、これ飲んで。ちょっと、これあんたの回復薬じゃない。さっき助けてくれたからね。アリスの分はそのまま持ってて。ちょっとマリサのところに行ってくるね。ちょっと考えるのよ。さっきの技に強化薬を一つ使ってしまった。あいつに効くのはおそらく物理と性毒性魔法のみ。このままでは物理
する。こら、しっかりしなさい。あんた、よくあの技に耐え切ったわね。強化薬分も含まれてるのに。ギリギリでバリアを張ったのよ。それでも死にかけたけど。それよりも、コアに絶対魔法が効くか試せる。私も頑張って強化魔法でサポートするから。しつこく何度も立ち上がってくるなと思ったら、なるほど、薬を使っていたのか。死ぬ限りだと回復魔法はアリスのみ、あいつと薬を排除すれば。今終わりにしてやる。わかったわ、とりあえずやってみる、アリス。ちょっと、おろしなさいよ。ふ、おろせってのはまずいんじゃないか。まさかあんた。じゃあな。ま。バカ。さあ、あとは沈めるか。おいずめ、何やってんだ。まずい、二人が沼に落ちるぞ、任せて。やった、間に合う。え、お前も落ちるんだよ。なに、あの毒沼三世も含まれるのか、浴びたらひとたまりもないぞ。では溶けるよ。バイオザー。うわ、お前。聞いてる、マジか。ニトリ、私がコアを引き止める、アリスたちをお願い。はぁ、どうやって助けるんだよ、それに言ってるかどうかも。バカね、そう簡単に束ん連中じゃないわよ、科学者なら頭使いなさい。今無茶な、バリアが使えるわけでもないし、こんなのに入ったら私も。あ、あれは、氷で毒を防いでる、落ちる瞬間に氷の結界を作ったのか。ニトリ、お願い、急いで。濃度を弱めるとすぐに溶け出して侵食してくる、このままじゃ。もう解除されたのか、あのデカさと私の素早さじゃ避けることはできない。強化剤合わせて私の電魔力で押し返してやるわ。我がマシンの魔力は絶対、あれが化ける溜めていこうだぞ。消えろ、ピラーオブ、メルシー。ロイヤルフレア。そんな、こんなあっけなく。まだ終わりじゃないぜ。あ、あんた諦めてんじゃないわよ。アリス、あたいもいるよ。するのも、一体どうやって。説明は後、まずは押し切るわよ。よし、もう少しだ。あいつら、一体どうやって。まあどうでもいいか、これで殺せばいいんだからな。そんな、このままじゃまずい、強化剤はまだ残ってるの。私はもうないわ、これで使い切ってる。あたい、一個だけなら持ってるよ。私もニトリから2個もらってるぜ、使うか。2個だと体がどうなるかわかんないわね。悪いけど、アリス、マリサ、ここに連れてかけさせてもらうわ。ジュンの、強化剤をちょうだい、効果が切れる前に。わかった。さあ、さっさと地獄に落ちろ、ゴミどもが。これは、くっそ、今は、死ぬ。今よ。はぁー。何？ふぅ。マジかよ、受け止めやがった。マリサ、あんた全力出してんでしょうね。当たり前だろ、もう体全身がきしんでやらー。何度もしつこいな、お前らは、いい加減、下がりやがれ。ふざけんじゃないわよ。はい、時に、お前の使い魔だろ、なんとか言ってやれ。うっさいわね、言葉が通じてるなら初めからやってるわよ。おい君たち、ニトリ。あんた、どっからそんなの持ってきたのよ。すまない、組み立てるのに時間かかった。君たちに聞いておきたい、答えてくれ。何よ、いけるね。もちろん。目標、マシン、起動開始。発射。あ、学習しないやつだな、勝手に自爆してろ。まずいぜ、ニトリ逃げろ。なんだ、どこに行った、あれか。はぁー、そっちも。ふむ、シドニーに感謝しなければな。だがターボエンジンの剣でぶん殴る。もう、動けねえ。あたいも無理、冷凍庫に入りたい。バカ、笑わせんじゃないわよ。あ、あははは、やったわ。君たち、よく頑張ったね。君たちの底力には驚かされたよ。何言ってんのよ、あなたがいなかったら確実に負けてたわ。チルノにも助けられたし、本当に危なかったわ。そういえば、どうやって毒沼から脱出したのよ。マシンの強力な毒液よ、あんなの無事じゃ済まないでしょ。それに、あのミサイルの動きにも違和感があったし。毒はチルノが氷で防いでいた、私がアームで引き上げたんだ。ミサイルは追尾機能が搭載されていたし、プラスで私が遠隔操作したんだ。何よ、アームって。ああ、これだよこれ。なんなのよそれは。だからアームだってば、これで重いもの持ち上げたりできるんだよ。だったらそれでぶん殴ったりできたでしょうが、なんでやんないのよ。恥ずかしながら私の作品ではない、わけは言えないが知り合いのなんだ。全部のアイテムが初見だからね、まあ許してくれ。なあ、他にどんなのがあるんだ。ああ、そうだな、ちょっと待ってくれ。どうでもいいけど、アームやらミサイルって、あのリュックにどう入ってたわけ？説明書によれば、あとは爆弾やらキャノン砲だね。組み立てが必要だけど。おう、魔力供給
休期なんてのもあるぞ。それは最高じゃない、これで回復できるわ。待ってろ、今組み立てる。このアームと発射台は沼にしてるよ。なんでだよ、もったいないじゃないか。マシンの酸性毒が強力すぎてすぐに壊れたんだ。これでも耐えた方だけどね。ニトリ、悪いけどなるべく急いでくれる。コアの回復もしたいし、これから破壊神との対決もあるわ。もうみんな待ってるかも。ああ、わかってるよ。もう少し待っててくれ。とりあえずみんな無事でよかったわ。コアも無事に救出できたし。そうね、みんな本当にありがとう。それとマリサ、コアは使い魔じゃないわよ。間違えないでくれる。そうだっけ？なんか気に触ったか、悪いな。ごめん、あたい少し寝るね。もう動けないんだ。ゆっくり休みなさい。いろいろありがとね。それじゃあ私も寝るぜ。あとはよろしく。まったく、仕方がないわね。あは、パチリ。おい、大丈夫か。みんな急いで薬を飲むんだ。まだ残ってるだろ。ここに来てからずっと毒を吸い続けてるんだ。さっさと出た方がいいね。ああ、確かにさっきから意識が朦朧とするぜ。吐き気もやべえ。とりあえず飲んで休んでなさい。まだ戦いは終わってないんだから。あんたのたくさにも驚いてるわよ。はあ、コアが神とはね、今でも信じられないわ。終わったら盛大に。どうしたの？なんか、こっち見てるんだけど、あれってどっちのパターンかしら。お前ら、このまま生きて帰れると思うなよ。冗談でしょ、もう魔法が使えないのよ。なんだようるせえな、ゆっくり寝れやしねえ。おはようございます。ニトリ急いで、また形態変化する気よ。今しかないわ。わかってる。くそ、身体強化剤もないのにさらに強くなるのか、ふざけすぎだろ。急げ。とりあえずこれだけでいいわ。私もすぐに手前行こう。悪魔さんの存在が一体何なのか教えてやるよ。いいだな、霊の役立つ者だ。行かれと。水乗りをすればあんたも変わるわよ。いい加減目を覚ましなさい、コア。まずい、着弾したら死ぬわよ。マスターストーリダメ、全然魔力が足りないわ。マジで積んでるって。何か考えるのよ、キルノはどうしたの？本当に。ああ、予備はこれしかないが、供給しながらでもいける。アリスとパチュリーに渡せ。もう一つ尽くしたら私たちも攻撃開始だ。わかった。とは言っても、膨大な量のエネルギーを放出する。長くは持たないかもな。もうダメ、魔力が。アリス。あんた。まずはみんなを回復して、この後供給しながら話してさ。あたいが抑えてる、今のうちに。ありがとう、キルノ。おらよし、できた。キルノ、こっちは出来上がったぞ。持ち運び頼む。今動けないんだ、もうちょっとだけ待って。私が運ぶわ。ああ、頼んだ。これでも食らえ、化け物だ。あなたの奴らが、少しでも勝てると思ったのか。その指導、打ち砕いてくれる。くそ、全然効いてないじゃないか。どこが最強の武器だ。ああ、長押し。わかりやすく書いておけよ、ボケだ。ああ、終わりだ。またお前か、ジェノー、キルノ。早く出ろ、無理でしたー。くそ、フルパワーを放っても押し返せない。そうだわ、アリス、コアには弱体化がかなり有効だったわ。沼に落とせばワンチャンいけるんじゃないかしら。だけど自分で生成した毒でしょ、キルノ。なんかあるの？多分直接的な毒であれば、コントロール関係なしに効果あるかも。だけど神なのよ、そんな自分で自分を苦しめるようなこと。何言ってんのよ。マシンだろうが最強の悪魔だろうが知らないけど、中にはあの子はよ、天然なところは変わってないはず。全魔力を無効に注ぎ込むわ。しばらく耐えてなさい、いいわね。まったく、とことん人を偉くさせるのがうまいな。お前たちは、沼がただの鏡だと思うなよ。はぁ？バカじゃないの、あんなの突っ込んできたら死ぬわよ。だから殺す気なのよ。やばい、上がってきた。どうしよう。おやぁ、ナイスよキルノ、パチュリーとマリサもお願い。ダメだ、威力が強すぎてすぐ壊れる。もう壊れたの。おい、キルノ。こっちに集中してくれ、このままじゃ私が直撃しちまう。さすがにこれは結束自信があるぜ、いくらマリサ様でもよ。ああ、結束化消滅するかいらぜ、アハハハハ。お前だな。なに？そう、何度も同じ手を食らうか。死ね。くそ。痛い、肌が溶け始めてる。まずい、装置が壊れた。このままじゃ。出たわ。食らいなさい、フルパワーの魔力10回分よ。うわぁ。それでも、食らえ。何の決まりだ？プレゼントだ。離れろ。究極破壊魔法、無効。なんだこの出方は。なんだろうが、でかいの魔女ごときに負けるかー。チェックメイトだ。
ください。あれを破壊されたらもう終わりよ。早くコアを撃ち落とすのよ。ふん、大体の魔力は分かった。今消し飛ばしてやるよ。驚いたな。街を吹き飛ばすほどの威力だったぞ。全然効いてないじゃないか。このクソッタイガー。うわっ、でね、マジかよ。食らってたら真っ二つじゃないか。ふっ、回復薬飲んでも気休め程度ね。毒が強すぎる。無理か、最後の仕事よ、助ける。いや、もう無理だ、状態も毒入っちまったぜ。残念な知らせが一つ、特定の毒が含まれて回復ができないわ。あはは、そりゃ最高だな、もう毒もなくもねえ。もうの仕事はいいわ、あんたそんなんだと大妖精に殺されるからね。自分を守るんでしょ、誰よりも先にあんたが諦めちゃダメよ。ああ、わかってる、待ってろ今考えてんだ。時間がないわよ、急いで、私ももう死ぬからね。何か方法は。あれが、最後の希望だな。くそ、ずっと当て続けてるのにヒットもしない。隕石の炎が強すぎて氷の強度が。おい、君も。くそ、思うように魔力を高められない。周囲の環境が。あいつらが邪魔さえしなければ、どんなもの。そうだ、あの方法ならまた寝て、くふふ。どうなの、ダメだ、どちらも使える部品がない、完全に壊れてる。それじゃあ私にできることは、魔力が回復するにも時間がかかるわ。ちょっと待ってくれ、他に何か使えるものは。あはっは、酸素を消しやがった、まずい。無効もまずいわ、炎が消えれば威力も弱まる。え、急いで何かを。え、あ、苦しいよマリサ、私もだよ、いいからぶん投げろ。あ、わかった。おやー、これで終わりだー。あはは、止まらないね。破壊したら最大の技でホーム。悪いな、隕石と一緒に落ちてくれ。あばよ。は、は、やっと息できるようになった。マリサ、おかえり。行ってきます。まだだよ。うそ。あ、お前ら、覚悟しろよ。どうやって続けちゃって。あ、お前、一体何を。まさかお前。ナイスだ、キルノ。あの子、意外と強いのね。よし、決定完了だ。あんたはさっきから何やってんのよ。もう見てなくて、魔力の方は回復したかい。ほんの少しは。来るわよ。殺す。まずい、全体攻撃よ、逃げ道がないわ。だったらやれることは一つよ。パチリ。もう攻撃しても無駄だ、残された魔力で耐えるしかないよ。みんな、終了耐えてくれ、そうすればこっちの勝ちだ。アリスも可能な限り魔力を注いで、行くわよ。わかったわ、無駄だ。なんだ、そのふざけた魔力は。じゃあね、アイスフォール。あはは、完全に終わったね。その技は対象が死ぬまで発動し続ける。火の環境を体験した気分はどうだ？アハハハハ。な、なんだこれは。うわっ、本当にこれに、万が一この最終兵器を使用する場合気をつけろ。反省兵器の脇飛ぶことの威力だ、必ず逃げることを忘れるなよ。私の自信作だ、また顔を見れることを祈ってるよ。それでは、ジ、エンドだ。おい、アリス。しっかりしろ、おい。マリサ、どうなったの？どうやら、勝ったらしいな。みんなは、ここにいるわよ。強力な爆発で乱れを起こし、自分の毒で気を失ったのね。だけど、なんで私たち助かったの？氷も一瞬で壊れちゃったし。見なさい、毒沼が泉に変わってる。しかもただの泉じゃない。自然を生み出すための環境の力、生命の泉とでも言うべきかしら。現に私たちの傷も体力も、すべて回復している。強力な毒も解除されてるわ。こんな美しい、命と光あふれる世界を、一瞬にして死の環境へと変える、本当に恐ろしい力ね、マシンという存在は。おい。こわ。しっかりしなさい、死ぬんじゃないわよ。パチリ様。よかった、無事なのね。すみません、私。いいのよ、何も言わなくて、一緒に帰りましょう。怒ってないんですか？私、みんなに迷惑かけたのに。当たり前じゃない、あなたが悪いわけじゃないんだから。そうだぜ、みんなお前の帰りを待ってる。あなたはみんなに愛されてる、帰るべき場所があるのよ。待ってろよ、こんな異変、すぐに終わらせるからよ。アリスさん、マリサさん。あたいも大ちゃんやみんなが待ってるんだ。
小悪魔がいなくなったら、あたいも寂しいよ。誰一人欠けてはいけない、みんな思いは一つだ。気にすることはない、君は君のままでいればいいさ。キルノさん、ニトリさん。すみません、私、帰れないんです。どうして？全部、思い出したんです。私が神であることも、自分の使命も、私が帰るべき場所は、皆さんがいるところじゃない。ソフィアとも、これからのこと話したんです。たとえ離れていても、心が繋がっているからって。寂しいけど、みんなのためにも一緒に出るって、約束しちゃったけど。私、本当は、みんなと、離れたくありません。みんなのことが、大好きなのに。怖っ、私があなたをどこへも行かせない、安心しなさい。約束するわ、だから。怖っ。パチュリー様、大好きです。嘘、ダメよ、行かないで。怖っ。嘘よ、こんなことが。落ち着くんだ、死んだわけではない。おそらくは、再び破壊神の元へ戻されたんだ。私たちは遊ばれてるんだよ。神をも遊びの人形としか思っていないだろう。それじゃあ、破壊神を倒せば、みんな元に戻るの。ただ倒すだけではダメだろう。闇を晴らす光が必要だ。彼女の中の闇を晴らしたように、何か特別な光が。それが何なのか、わかればそれが私たちの希望となるだろうな。マシンを倒すことができたのは、我々の力なのか。それとも、彼女の中で何かが起きたのか、それはまだわからないが。あれは。どうやら、最終ステージへの許可は得たらしいね。行こうぜ、パチュリー。きっと、答えはあそこにあるぜ。みんなが待ってるわ。行きましょう。え？あの時の鬼神は、大人数で挑んだのにもかかわらずハンデで戦っていた。今回は、さらにパワーアップした相手を少人数でですか。しかも普段は能力が使えない、実質4人で倒さなければならないわ。かなり難易度が跳ね上がりますね。まるで地獄ですね、ここは。お嬢様、どのような作戦で挑まれますか。あなたは普段を守りながら援護をお願い。私とメイリンとヨウムが前に出る。あなたは私たちがヤバくなったら時止めで助ける。鬼神は素早さもかなりのものよ。基本的には普段のそばから離れないで。了解です。回復できる者はいません。うまく薬でしのぐしかありませんね。あいつの防御力は異常よ。並大抵の力は意味をなさない。強化剤に好んで、どこかのタイミングで一気に叩き込むのがいいかもね。ヨウム、あなたから何か作戦はないかしら。防御に自信がある分、物理系は基本的に自ら受けています。それを逆手に取り、強力な一撃を受けてもらえれば。斬撃に弱いとかはあるのかしら。いえ、そのようなものは。ですが、私が決めるようになればいいだけです。戦闘しながら成長してみせますよ。力が上がってきてます。気をつけてください。さて、どうなるか。Thank you.
つくのは嫌だ。おお、ちゃんと生きてるな。よかったよかった。この化け物が二人とも長くは戦えないわね。回復薬はスタミナまでは戻らない。私が戦って二人のスタミナを回復させた方が後々一気に叩き込める。強化剤飲んでもう試してみるしかないわね。お嬢様、昨夜安心してください。妹様は安全な場所へ移動させました。ヤバくなったらちゃんと妹様の元へ避難します。戦わせてください。いいえ、ナイスタイミングよ。メイリンたちを一度避難させてほしいわ。その後一緒に戦いましょう。かしこまりました。おい、鬼野郎。あ、今からあんたをぶっ飛ばす形態に変化するわ。勝負しなさい。あ、行くわよ。だが、その程度。お嬢様、何ですかその姿は。説明は後、行くわよ。はい。なんだあいつ、急に力が数十倍以上に。数倍にも身体能力が変化する。血液の流れを早め、一時的に何倍にもアップさせたか。とは言っても元の力が数倍になるだけ。お前の限界が知れたな。それでは次は私たちが相手です。あなたのその自信、一本溶断してやりますよ。なんだこいつら、なぜ急にそこまで力が上がった。さっきとは比べ物にならん力を秘めている。ならばこちらもな、改善してほしいですね。まあ、そんな驚くなって。てめえらが負けることに変わりはねえんだからよ。な、よく最初も避けたな。反射神経はなかなかだ。お前たちはまだ強くなれるのか。当たり前ですよ。あははは、は、そうかそうか。それじゃあ期待してるぞ。メイリンさん、キシンさんは一撃一撃が重いですが、素早さを生かした単純な攻撃が多いです。攻撃を受け流し、同じカウンターならダメージが入る可能性があると。はい、威力がある分、こちらの攻撃も深く入るかと。実際に、奴からメイリンさんを救出したとき、簡単に体勢を崩せました。作戦タイムは終わったか。ゲロッとしてますね。はい、ですが通常より気にはありそうです。このまま行きましょう。どこだ。このまま行けば強化剤の効果がもう切れそうです。次の引きが最後のチャンスですね。最後の飲んでおきますか。いえ、お嬢様が戻られた時全員で行けばきっと。それまで耐えましょう。すごいな、今のは痛かった。あいつらの攻撃パターンが変わった。カウンターってやつか。こりゃ参ったな、技術面で対抗されるとは。さあ、さっさと来い。自分から動く気はなしか。つまらねえ。じゃあこっちも戦術を変えてみるか。なんだ、魔法。違います、あれは武器です。あれは受け流すことはできません。よし、覚悟しろよ、お前ら。正義とは何か、善悪を超えた先に答えがある。我が与えるのは、勝利の祝福。貴様らには敗北がお似合いだ。くそ、サザンクロス。うわ。しま。じゃあな。ヨウムさん。武器を手にしたのなら、私と戦え。あ、そうか、お前剣士だもんな、しょうがない。ウィンスピリット。バカだ、力が落ちてるお前らに用はない。さて、残りの3人はどこに逃げたんだ。あ、おやー、やろう。さっきのお返しよ。
まで瀕死だった奴が、なぜ動けるように。知る限り、あいつらに回復能力はない。だとすれば薬か何かか。私の身も危ないな。遊びは終わりにしてやる。くそ、やはりタイミングだか。これで何とかを切らなければ。うか。まずい、やはり昨夜の分を合わせて戦場は無理だったか。この警戒ももう長くはない。必ずタイミング奴を仕留める。お前をまず殺してやる。ひっくり来る、そうはさせない。ああ。お姉様、今だよ。バカ、あんたまで食らっちゃうわ。早く逃げなさい。お待ちしました。あれ？昨夜。さあ、今のうちに。ありがとう。クリムゾン、ジャッジメント。くそ、やべえ。うは。どうなってやがる。あいつは能力が使えないはず。なぜ破壊の力が。くそったれば。なめんじゃねえよこらお嬢様、大丈夫ですか？奴は？やりましたね。私たちの勝ちです。メイリン、気は感じる。いえ、完全に気を失ったか、死んだかどっちかですね。そう、よかった。お嬢様、かなり力が弱ってる。休ませましょう。皆さん、大丈夫ですか？はい、なんとか。妹様、勝手に動かれては困ります。命に関わることですよ。ごめん。と言いたいところですが、妹様のおかげで、皆さんの命が救われました。気持ちはわかりますが、できれば前もって教えてください。心配なので。次からはそうするね。皆さん、強化剤と回復薬は残ってますか？これから破壊神との対決です。私は、強化剤なら一つだけ。回復できる薬なら、2個残ってるよ。私は全部ないわ。最後の回復薬も、今お嬢様にあげちゃったし。そうですか、私も全部なくなりました。その3つで何とかするしかありませんね。今はスタミナの回復を優先させましょう。皆さんの戦いが終わるまで。思ったんですけど、ここってどうやって出るんですか？そういえば見当たりませんね。もしかしてみんなが倒すまでとか。それか、ヤクモユカリが迎えに来てくれるんじゃない？どちらにしても今は動けませんし、待つしかありませんね。別の場所に空間が開いてるのかもしれません。少し様子を見てきます。私たちは休みましょうか。ダメだ、どこを見渡してもそれらしきものは。やはり、三頭身全てを倒さないとダメなのか。皆さんはまだ戦って。それとも他に何か条件か、とりあえず戻って休もう。みんな、大丈夫かな？霊夢やマリサたちがいますし、何も心配いらないですよ。ごめん、気を失ってたわ。お嬢様、体調の方は？傷の方は癒えたわ。こう見えて吸血鬼は再生能力も多少は優れてるから。それとエイリンの薬ね、まだ全然動けないけど、ご無事で何よりです。あれ、メイリンは？今空間を探してもらってます。ここから出れなくて。そう、原因は何かしら？皆さん。戻ってきたわ。周囲を見渡しても特に何もありませんでした。そう、わかったわ。とりあえずあなたも休みなさい。まだ戦いは終わった。うは。メイリン、しっかりして、お願い。そんな、どうして？昨夜、回復薬だよ。急いで飲ませて。一体、何が起きて？クック。なんであんたが？今のは危なかった。さすがの私も死にかけたぞ。だが残念だったな。消し去るにはまだ力が足りなかった。フラン、昨夜。薬か。薬？ああ、これのことか。やはりこんなものに頼っていたか。せっかくだ、私がもらってやるよ。まずい。真正面からとは、バカだ。後で遊んでやるから、そう焦るなって。ほう、これは確かにいいもんだ。さあ、最後にさらなる絶望を見せてやるよ。私の最終形態だ。はあ。
そんな、まだ本気じゃなかっただなんて。昨夜急いでネイリンとフランを連れて逃げなさい。まだ回復は1個残ってるでしょ。ネイリンはまだ確かに生きてるわ。このままじゃ全員死ぬことになる。かしこまりました。まさかあんた、これでお前たちは逃げられない。黙って私の変身を見てろ。まあ、この姿を見た者は生きて帰ることはできないがな。ふん。うわあ。まずい。とてもじゃないけど勝てる気がしない。あんなの一体どうすれば。化け物が。早く回復薬を飲ませないと死んでしまう。嘘でしょ。脳回復も強化剤も一個ずつしか。どうすればいいの。ネイリアさん、しっかりしてください。まずはネイリンさんの救出を最優先。その後全員で叩き込むしかありません。私が強化剤で奴を引きつけます。やめとけ。お前らは誰も救えねえよ。今から全員死ぬんだからな。じゃあな、下界のゴミども。みんな、ネイリンを守るのよ。耐え抜いたとしてもですよ。その後どうしますか。ありったけの力を全部ぶち込んで終わりよ。その後は霊夢たちに未来を託す。それも悪くないですね。勝利は我の手に。アイス&ファイア。フラン、可能な限り力を注いで、昨夜はネイリンを。はい。うわぁ。うん。くっくっく、こいつは驚いた。みんなは。ネイリン。なんなのよ、その血の量は。大丈夫ですか、咲夜さん。私なんかより、あなたが。よかった。ちゃんと、守れた。です。ネイリン。ネイリン、しっかりしなさい。バカ、なんで私なんかかばったのよ。どうしてなのよ。お嬢様、ネイリンが。お嬢様、妹様。ヨウムまで、どうして。私を、一人にするのよ。ねえ、お願い、起きてよ。お願い、いなくならないでよ。ああ、お前だけが生き残っちまったな。偶然にも、宣言通り本当にお前を最後に殺すことになったな。あはははは。黙れ。どうしてお前らは人の幸せを奪うんだ。どうして。せっかく手に入れた幸せなのに。何が幸せだ、お前たちに罪がないとでも思っているのか。世界は壊れ、人は滅びる運命にある。なぜ生に執着する。そんなの、一体からに決まってるじゃない。確かに人は罪深き生き物、世界が滅びるのも納得だわ。だけど、前を向いて生きてる人間もいるわ。仲間のために悩んで、命を懸けられる人もいる。人の幸せを本気で願い、そのためだけに人生を捧げている人もいる。いつもそばにいてくれて、優しい心で抱きしめてくれる人もいる。それぞれの強い思いがあるの、みんな思いで繋がっているのよ。その温かさを、幸せを願う思いを踏みにじる気でいるなら、あいつが神であろうと、私がぶっ飛ばしてやるわ。あくまでも神である私に歯向かい、運命に抗うか。だが残念だったな。どうあがいたところで、お前たちの運命は変えられない。お前たちが死ぬ運命だな。みんな、ここで待っててね。私が終わらせてくるから。あはははははは。お前に何ができる。自力で弱く、守ってもらうことでしか生きられない弱者だ。私を終わらせるだと、笑わせるな。見てみろ、お前の仲間を。何が守るだ、何が思いは一つだ。お前は、誰も守れない。何も救えねえんだよ。いいか、よく覚えておけ。理想ってのはな、実力が伴うもののみに口にできる現実だ。お前には、その力がないんだ。だからよ、いい加減諦めて死んでくれや。ふん、抵抗する気力もなしか。てめえら、まだ生きてやがったのか。昨夜を話せ。めんどくせえな。ほらよ。お姉様。あお姉様、昨夜。ねえ、大丈夫。ごめんなさい、昨夜。あなたを守れなかった。あなたの幸せを守ると、私は。お姉様、諦めないで。私、そんなお姉様なんか見たくない。今までに一度も諦めたことなんかなかった。私はそんなお姉様が好きなの。そうね。私たちには誰にも負けない絆がある。今までもずっと一緒に戦ってきたものね。
これからも一緒に頑張りましょう。最後までずっと。うん、さっさと死にやがれぐ。な、なんだ、何が起きた。誰だてめえは。私が誰かって。そうだな、ベニフラと呼んでくれても構わんぞ。運命には抗えないだって、いいこと言うじゃないか。まあ、それはお前もだけどな。なんだと。勝利を象徴とし、平穏を司る存在か。笑わせてくれる。そんなもの、終焉の前では全てが無意味。終焉だと。お前の未来を当ててやろうか。ああ、お前は、破壊される運命にある。私の手によってな。な、ゲーム開始だ。少しは反撃してくれよ。まだ準備運動にすらなってないぞ。大丈夫か。てめえ、ご自慢の腕力か防御かやらはどうしたんだ。少し触れた程度だったんだが。どうした、何をそんなに怒ってる。なんなんだこいつ。マシンの素早さどころの話じゃねえぞ。まったく当たらねえ。おい、何か悩みがあるのか。よかったら相談乗ってやろうか。だけんなー、もっと頭を柔らかくしたらどうだ。ほら、クソ野郎だ。てめえ、本気でかかってきやがれ。はぁ、だって本気出したら終わっちゃうだろ。あ、本気出せって。それはこっちのセリフだ。せっかくのゲームだ。ハードモード以上のレベルじゃなければつまらん。私がイージーだとでも言いたいのか。いや、どっちかって言ったら中途にあるかな。あ、指導してるのはこっちね。お前、操作方法から勉強してこいよ。マジでつまらん。覚悟しろよてめえ、さっきから調子に乗り上がって。まあ、どうしてこっちにだよ。な、どこに消えた。こっちだよこっち。貴様。まあ、もう終わりにしてもいいか。あってきたんだが。うわ、畜生、あんなやつ、当たりさえすれば。なんだ、当たって欲しかったのか。最初からそう言ってくれよ。なに、それじゃあ特別に、お前の技を全て受けてやるよ。好きにしていいぞ。なんだと。ほら、動かないであげるって言ってるんだ。さっさと始めろ。何やがって。後悔しやがれー。バカだ、調子に乗るからだ。そんな生温かい風しか来ない技が、お前の必殺技なのか。な、バカな。さあ、もっと力を上げろ。サービスタイムが終了しちゃうぞ。クソったれだ。だったら望み通りにしてやる。めたるカッター。くすぐった今。ゲームビーム、マッサージにも狙います。バイキングハンバーガー、何かしようとするね。波動砲、今度は炎か。冷やしたり温めたり、よくわからんやつだな。食らいやがれ、地獄の火炎。それって技なのか。はぁ、はぁ、どうだ、まだ続けるのか。これ以上自分を苦しめる必要もないと思うが。クソったれが。どうなってやがる。まさかこんなことが。奴は何者なんだ。どうする、奴の強さは異常だ。たとえ私の最大の技を食らったとしても。しっかりしてください。まずはメイリンさんの救出を最優先。その後全員で叩き込むしかありません。私が強化剤で奴を引きつけます。これだ。なんだ、あはははは、バカだ。さっさと殺しておけばよかったな。強化剤だ、これでお前をぶっ殺せるぜ。散々煽っておいて、今度はバカにしてた強化剤か。ゲームプライドまで捨てたか。勝利の鬼神様が聞いて呆れる。はん、いつまででかい口を叩いてられるかな。薬の効果時間も 1,2 分ってとこかな。約束通り、私の究極の技を受けてくれるんだよな。ああ、いいぞ。ただお前、それでダメだったら終わりだと思え。これ以上は待ってやらんぞ。終わるのはお前だよ。まったく、こんなに待ってやれる優しい吸血鬼はいないぞ。将来性を考えたら、まだあのコンパンの化け物の方が強そうだ。裁きの時だ。アフラマズだ。さて、倒れてる死体でも処理するか。しかし、奴は一体何だったんだ。
あの吸血鬼たちの姿がなかった。まさかあいつらが一つになった姿か。危ないところだったが、まあいい、もう終わったことだ。何が終わったんだ？バカな、なぜ生きている？当たり前だろ、お前は傷一つつけられん雑魚なんだからな。それじゃあ、約束通り死んでもらうぞ。く、な、なんなんだお前は、本当にあの吸血鬼なのか。な、なぜお前のような奴が、世界に。うるさい、その口閉じてろ。じゃあな。な、待て、私を殺せば世界が滅びるぞ。それでもいいのか。それでいいんだ。はぁ？さて、消滅させるか。もっと世界を知っておくべきだったな。はい、そこまでー。じゃあ。くそ、能力抜きでその強さかよ。何のつもりだ、お前。あのですね、私今、三頭身の力を手に入れたところなんですよ。それでですね、さすがに消滅させられちゃうと困るっていうか。そうか、それは大変だな。ちょっと。随分楽しんでるようだな、お前。待って、なんで復活できちゃってるんですか。破壊の力はないはず。バカかお前、闇があれば光もあるんだよ。わずかな力に気づかなかったのか。それって、フランにまだ力が残ってると。でも大丈夫っすよ。あいつらが独身にかなうわけもないし。ほら、三頭身も、他のお仲間もこのざまですよ。いや、お前は負ける。あの女神にしてやられたな。完全な闇として抜け出したものは、わずかな光で簡単に壊れる。女神は光が闇に染める前に託し、自身とお前の闇を壊すつもりだ。で、だから弱かったのか。闇を表に出し、光を侵食しろと言ったはずだ。別れては意味がないだろ。僕ちんが自由に暴れるって話じゃ。暴れる以前の問題だ。これでは私もお前も長くは持たない。それとお前、私の肉体が消えるとこだったぞ。どういうつもりだ？その辺は完全に忘れてました。ふざけるなよ、お女神に勝る力とも言ってたよな。何のことでしょうか。どうする、試してみるか。破壊の力が弱まってる今がチャンスだぞ。すみません、反省文書くから許してください。千枚な。そんなに？うわ、お前のせいでタイムリミットが、まあせいぜい好き放題やってろ。所詮お前はオメガの一部でしかない、それを忘れるな。破壊はいいっすけど、なんでそんなに使命にこだわるんですか。こだわる割にはすぐに破壊しないですよね。なんで？まだ世界を知り尽くしていない、それと気に入らないからだ。何が？ずっと私たちを見下ろしてる奴がいる、すべて予定通りって感じだ。まあ、時が来たら終わらせるさ、この世のすべてをな。それじゃあ、しっかりやれよ。君たちを壊せば、僕は自由だ。いや、やめておくか、僕も嫌な予感がするし。さて、力を返してもらうよ、君は運が悪かったね。命ある者は、必ず滅びる。どうせ死ぬんだ、生きてても無駄だろ。あの中にソフィアが、本当に倒せば元に戻るの。正直わからないわ、だけどそれしか方法がないし。封印されてるのに力が溢れ出てる、以前よりもパワーアップしてますね。師匠。下に変な空間が開いてます、どこに繋がってるかわかりません。落ちないように気をつけた方がいいかと。きっとあの世ですよこれ、怖。周囲にはいくつかの柱があります、吹き飛ばされた際には。そうね、ところで身体強化はどこまで重複できるの。人間なら最大でも2つが限界かと、さすがに体が持ちません。重複は可能ですが、効果がどこまで発揮されるかまでは。力が上がってきた、封印が解かれるわよ。やばい、マシンにしておけばよかったかな。もう手遅れですよ。みんな、気をつけて、来るわよ。神々しい。
。くそ、これじゃ身動きが。みんな大丈夫？大丈夫じゃないですよ、全然攻撃ができない。ああ。く、あれより威力が半端ないわね。だけどこのくらいなら。ふふふ、クローン魔法って知ってますか？受けなさい。サイクローン。いた。無双封印。さすがバレット。セブンセブン。そんな、あんな簡単に。ゲームしろ。く。あんたさっきから邪魔なのよ。離れなさい。ちょっと。ゲーム。これじゃ近づこうにも。全員、痛い痛い痛い。なんで私だけそんなに多いの。わあ。ふふふ、相変わらず面白い肩書きですね。この魔人。おやおや。かかったわね。食らいなさい。やったか。わあ。ゆかり、イングオブペイン。何？うわ。ふふふ、さっきのお返しですよ。この技は、この移住範囲に居物を拘束し、ちょっとした風体移住を付与。まずはあなたから。なんで私から。うわ。どうやら順番を変えてほしいそうですね。先に行ってくだされば、望み通りにしてあげたのに。冷静に。また隙間ですか、魔神さんと少し似た戦い方をしますね。くそ、外したか。危ないですよ。危なかったですね。あ、ありがとう。何かしてきますよ。ふふふ、そろそろ誰か退場してもらいましょう。ふふふ、無駄ですよ。クエイラー。ふふ、あの化け物が宮まで。霊剣、中に入って。助かりました。あ、じゃあ、実戦は物理だと言っていた。ならば薬で強化して一気に。娘よ。ふふふ。ソフィア、うん、引き取りなさい。音量、ご都合よく。すごい能力ですね。ホーリー、あらー、ナイスよ、二人とも。そういえばさっきからあの化け物の姿が見えない。もうやめたのかしら。レイム、どうしたの。みんな集まって。ソフィアが言ってたでしょ、何かに特化してるときは他がおろそかになるって。そこで作戦を考えたわ。あの化け物がいない今がチャンスよ。姿を見せましたよ。まるで聞いてないですね。瞬時に防御に特化したのか。さすがは下界の皆様、両者と戦ってきただけのことはありますね。せっかくなのでもう少し遊びましょうか。それでは作戦開始よ。ありがとう、サナエ。いえ、ですが緊急であれば薬を使ってください。なるべくサポートはしますが。わかってるわ。なるほど、二人がおとりで、残りはサポートと狙撃ですか。まあいいでしょう、少しだけ脅かしてあげますよ。避けてみなさい、無気なる者たちよ。クラウディヘブン。よかさて、残りの二人は。な、じゃー。レイテン、連携は素晴らしいですが、誰かを崩せばすぐに乱れるものです。あんた記憶はあるんでしょ。闇の部分なんてどうしてあるのよ。誰しも闇はありますよ。聖あるものは必ずね。あんた調和の女神でしょうが、こんなの間違ってるわよ。均等とは何か、そこに乱れがない状態を指します。そこに何もなければ、それも均等と言えませんか。ふふふ、あんたイカれてるわよ。どんなに誰も幸せじゃない。どうでしょうか、その場を乱すもの、邪魔するものがいれば排除する。あなた方がやっていることと同じですよ。これは救いなのです。何が救いよ、あんたの判断で決めていいことじゃない。いいのです。私は調和の女神なのですから。なんで?ふふふ、災難とは、忘れた頃に突然襲ってくるものです。油断しましたね。さあ娘よ、終わらせるのです。ゆかり、追ってるわね。私が一瞬息を吸う。そしたらやつを、その後はみんなわかるわね。オッケー。何の真似ですか?ゆかり、今よ。そっちは任せたわよ。打ち突きができない今なら簡単でしたよ。娘よ、役を消しただきなさい。見事なイチャンスかもしれないわ。全力を出し切りなさい。はい。はぁー。あら、ちょっと気分良かったんだけどな。残念。
聖戦。私が行きます。皆様、なかなか賢いですね。な、全員強化大なんて、さらに全力で。これはちょっと予想外ね。ダメージが全然ないじゃないの。あんた拘束されても身体強化できるの。はて、身体強化、一体何のことでしょうか。あんたの能力は主に身体強化、そう言ってたじゃないの。ああ、それはそうですけど。まだ一度も使ってませんけど、それが何か。嘘でしょ。強化なしであのレベルとか、どうしようもないじゃないですか。ふふふ、あなたたちのお仲間は、今頃どうなっているでしょうか。マシンの魔力は強大であり、恐ろしい死の環境を作り上げる。騎士には暴君であり、ひたすら殺戮を好む戦闘狂。私でよかったと思いませんか。こんなに優しい女神はいませんよ。絶望を味わってもらうために、鬼神の腕力に合わせた攻撃をしてあげますよ。来るわよ。な。このくらいだったかな。ちょっと弱すぎたか。まさかここまで。ふふふ、他の皆さんが言ってると思いますか。これでも少しで加減してます。あなた方には、マシンの魔力を味わってもらいますよ。うるさい、誰も負けたりしないですよ。私たちを舐めるな。ならば耐えてみなさい。あなた方は他人の強者、他よりも多少は上の存在なはず。これを耐えきれないのであれば、他のものは絶対に言ってませんよ。はん、こんなのやるんですね。とてもより理想には見えませんけど。何が身体強化だ。腕力と魔力、お前は何も特化してない。お前だけ他と比べて中途半端だな。かわいそうに。悪く言えばそうですね。ですがそれは仕方がありません。私は知恵の粘り、あまり攻撃に特化してないのです。主に白魔法ですね。回復とか得意ですよ。ふふふ。あの強さで回復よりとか、どこまでふざけてるんだこいつは。まずい、ダメージの蓄積なんてあったなんてない。一体どうすれば。無双封印。レイムさん、カナエ、みんなはまだ生きてる。なんとか薬を飲ませなさい。諦めの悪い方たちですね。よく言われませんか。ええ、そうね。そりゃあここまで理不尽なら抗いたくもなるわよ。どの辺が理不尽なのでしょうか。力持った奴に限って身勝手なところよ。まあ、わからなくもないですね。その気持ち。霊夢さん、なんとか復活させましたよ。できる限りのバフもつけました。ナイスよ、サナエ。ここから一気に攻めるわよ。あらあら、これは何をやっても諦めそうにないですね。ならば、私の能力の強さを見せてあげますよ。何、一体何をする気なの。私の力は乱れを正すこと、皆さんの生きる世界にある因果と呼ばれるもの。逆に言えば、それを乱すとどうなるのかわかりますか。地中の崩壊。ふふふ、安心してください。この世界だけにしておきますから。皆さん、すぐに離れてください。逆らえない力で落とされますよ。ふふふふふ、どこに逃げても同じですよ。バランスオブウィズダム。一体何が始まるんですか。うわ、な、全体が揺れて。よく耐えてください。うわ、聖戦さん。いやー、そんな、クソ。なんなの、うまく飛べないだけじゃない、力もすべて。うわ、霊夢さん、サナエさん。いやー、落ちる落ちる落ちる。いやー、こんな死に方やだー。ふふふ、大丈夫ですよ。落ちても死ぬわけじゃないので、あなた方の魂を測るだけです。あら、エイリンまで。あらら、ちょっと予想外でしたね。答えなさい、みんなはどこに行ったの。ふふふ、よく見てください。ちゃんといるじゃないですか、ここに。な、なんですかこれは。出れないじゃないですか。師匠、なんであんなところに。この天秤は魂を測るもの、調和を保たねばなりません。罪には罰を、その調和が魂を救うのです。あんたまさか、魂を消滅させるつもり。ふふふ、私は調和の女神ですよ。人は罪深き生き物、死しても呪いは消えぬのです。賢者が見当たらない、まさか逃げたか。ふふふ、どうですか。裏切られた気分は、これが人というものです。そんなわけないでしょ。あんたらを倒さないと幻想郷も危ないんだから。だけど、本当にどこに行ったの。まさか本当に逃げて。それよりもこのままじゃ負ける。一体どうやって戦えば。さて、霊夢さん、終わらせましょうか。人は裏切り、憎み、そして騙し合う。どんな幸せを手に入れたとしても、すぐに壊れ、絶望へと変わる。ならば、最初から何もなければいいのです。そうすれば、誰も悲しまずに済むのです。理解してください。あんた、一体何を背負ってるのよ。何を抱えているの。あんたは世界の管理者だもんね。世の中の醜いところも、嫌というほど見てるか。だったら同じだけ、人の笑顔と幸せも見てきたでしょうが、あんたの涙に嘘偽りはなかった。あんたに闇は似合わないっての、黙って私のそばにいなさい。
どんなに道を踏み外したとしても、私が何度でも連れ戻してやるわ。導かれるのはあなた、我が言葉を語りなさい。今日は伸ばす。君、向こう不明に。死ぬだけです。魂を尽くして差し上げますよ。黙ってなさい。心にのない言葉は聞きたくないわ。あんたは言ってた、自由を得たい、共にこの世界で過ごしたいって。神としてじゃなくて、人として生きたいと。私は、その言葉が嬉しかった。たとえその言葉が1割だったとしても、私はその言葉のために全力で戦う。誰が何と言おうと、私はあなたの言葉を信じるわ。表向きの言葉など、全てが1割ですよ。あなたのその言葉もね。さよなら、ハクレイ霊夢。全てはまやかし、定められた運命に従いなさい。誰が諦めるもんですか。たとえ死んでも、私は。よく言ったわ、霊夢。やはり、それに猫たちまで。諏訪子様ー、金子様ー。なるほど、そういうことでしたか。ゆかり、どうして。遅れてごめんなさい、なぜか教会が開かなくて戻れなかったのよ。それは多分、ソフィアがこの世界を逃がしてたからだと思う。ちょっとそこの二人、話すのは後にしてくれるかい。来て早々申し訳ないけど、私たちだけじゃ勝てそうにないよ。霊夢、無双転生しかないわ。どうにかあの時の気持ちを思い出して。諦めない心、仲間を思う気持ち、そして悲しみからあの力は生まれた。今のあなたは世界のためじゃない、あの子のために戦ってるんでしょ。だったら、白霊の猫としてじゃなく、一人の人間として思いを伝えなさい。私も、今は賢者としてじゃなく、あなたとあなたが思うもののためだけに戦う、幻想郷を愛する一人の戦士よ。ゆかり。さあ、私たちが時間を稼いでるうちに、思いと力を貯めなさい。わかったわ、アンバトン。しつこいですね、何なんですか、あなたたちは。ただの賢者よ。私は神、同じく。私は風土祭、ただの亡霊よ。そうですか、さよなら。ちょっと嘘でしょ。言いたくないけど、あれでもあの子本気じゃないわよ。まだ伝わらないで。はぁ、あんた私たちなら余裕って言ってたじゃないの。まずいね、想像以上の力だ。このままであと数秒持つかどうか。諏訪子様、金子様。私たちの強化剤です。受け取ってください。ナイスよ、様へ。いけますかね。思いを背負って戦ってきた霊夢さんなら、きっと。ほらー、現地の神様なめんなー。少し痛めつけますか。ちょっと、こっちに来たわよ。いたじゃあちょっと、早すぎて見えないんだけど。その程度で神を名乗るとは。無駄ですよ、私には勝てません。あなた方とは世界が違うのです。諦めてください。まだわかりませんか。わかるわ。希望一つないで希望に立ち向かうのはバカげてる。だけどそれこそ偽りよ。どんな時でも希望はある。信じる心を捨てなければ。この状況で誰を信じろと。あなたですか。いいえ、霊夢よ。霊夢があなたを信じているように、私も信じてる。あなたの思いが霊夢に届いてた。今度は霊夢があなたに届ける番よ。一体何を言って。現地公開。バハ、すごい、あのソフィアさんにダメージを。嘘、あんなに運が強かったの。いえ、そうではありません。心を揺さぶられ、自身の強化バランスに乱れが起きているのでしょう。霊夢さんやゆかりさんの言葉が自分に届き始めているということです。それや、あとは霊夢さんが力を使えれば。そう簡単にはいかないでしょう。あの時は不思議な玉の力もありましたし、仲間を失うかもしれない恐怖や悲しみ、奇跡や思いなども重なっていた。力は解放されたままのはず。あとは当時の思いと祈りがあれば。ならば、今私たちにできることは、思い出して私、あの時の気持ちを、みんなの思いを、みんな誰かのために戦っていた。自分のためじゃなく、愛する人のために。自分が弱くて誰も守れない、死ぬかもしれないと分かってても、一歩踏み出そうと、それぞれの思いが背中を押した。今目の前に、私を信じて助けを求めてる友人がいるのよ。あの子の思いに応えるためにも、さっさと力を解放しなさい。じゃあ、ユニコさん、そこに落ちちゃダメです。うわ、何あの空間。じゃあ、ユニコ、あは、あは。まずい、三度もやられた。どうしよう、このままで私たちも。いや、ダメだ、もう咲く力が。絶対に、諦めて、たまるもんですか、だは。まったく私ったら、本当に情けないね。たとえみんなが諦めても、家内やみんなのために諦めちゃいけないんだ。おら、うわ。しつこいですね、まとめて落としてあげましょう。あまりしつこいのは嫌いですよ、私。どうする、あれを使うほどの力もないよ。ゆかり、昨日は、悪いけどあれを空間内に入れる力も、隙まで逃げても2番で吹き飛ぶわ。
くそ、さすがはヘカーティア様が危険視するだけの神様だね。さあ、引き取りなさい。ラスト、ジャッジメント。おやあああああ。ただの亡霊が呼ぶの、消え去りなさい。な、なんですかあなたたちは。霊夢ちゃん、今よ。あ、あれは。そこよ、あなたの闇お話は。受けなさい、無双先生。まずい。な、なに？はあ。言うろ。そんなバカな。ここは。霊夢さん。ソフィア。ありがとうございます。私に光を届けてくれて。これで、破壊神が再び私を取り込めば、不完全な状態になります。あとはフランさんが奴に接触できれば。ふざけんじゃないわよ。せっかく助けたのに、また奴の中に戻るつもりなの。今私たちが存在しているのは、奴が作り出した闇の肉体とその力。消えるしか道はないのです。すみません。あの破壊神を倒せば、あんたたちは戻ってくるのよね。どうでしょうか。もう時間もだいぶ経ってますし、奴も光の存在に気づいてます。運が良ければ、ですかね。あははは。ふざけんじゃないわよ。みんな可能性を信じてる。あんたがそんなこと言うんじゃないわよ。私たちを信じて、可能性を信じてたから自ら犠牲になったんでしょ。そのあんたが、後ろ向きなこと言わないでよ。不安になるじゃないの。私許してないからね。あんな手紙一枚で離れたこと。こっちの気持ちも知らないで、勝手なことばかり。すみません、あれしか方法がなかったんです。許してくれませんか。だったら、絶対に戻ってくるって約束しなさい。あんたを救えなかったら、私。綺麗な顔が台無しですよ。笑ってください、霊夢さん。うるさい、誰のせいだと思ってんのよ。霊夢さん。ソフィア。すみません、時間が来てしまいました。ですが、必ずまた会えます。約束しますよ。絶対よね。安心してください、私、嘘はつきませんから。それ、私の大切なものなので、必ず返してくださいね。わかったわ。それじゃあ、またね、霊夢さん。必ず助ける、待ってなさい。はい、信じて待ってますね。必ず助けるわ、必ず。霊夢さん大丈夫ですか？まさか、死んだりしてないよね。演技でもないこと言わないでください。あ、目を覚ましましたよ。サナエ。よかった、本当によかったです。お疲れ様、霊夢、無事にソフィアを倒せたわよ。みんなは無事なの？はい、傷も回復薬で治ってます。私たちの勝ちですよ。いやー、とんでもない強さだったね。他のみんなは大丈夫か？マリサやレミリアたちがいるからね、きっと大丈夫よ。助けに来てくれて、ありがとう。バカだね、こっちはサナエのために来たんだ。一にサナエ、二にサナエだよ。おや、霊夢さん。そのようなハンカチ、持ってましたっけ？これは、約束の証よ。約束？霊夢、道が開いたわ、行きましょう。みんなが待ってるわ、急がないと。なんだろ、このハンカチ、私どこかで。あらら、まさか本当に勝っちゃうなんてね、さすがのボクちんも予想外だ。やはり運命の力がなければ、破滅への道へ誘導させることは難しいのか。だけど変な話だ、世界は崩壊を望んでいるくせに、奴らの都合のいい世界へと変わっている。まるで、あらかじめ誰かに決められた結果のようだ。これがレミフラちゃんが言ってた、忌まわしき存在か、確かに面倒だね。だけど、世界は一体どうする気なのかな？三頭身が消えたことで、すでに世界は崩壊へと進んでいる。それに、ボクチンは今、三頭身の全ての力を得ている。一体どう敗北すると？たとえボクチンを倒せたとしても、ボクチンは不乱の元へ戻るだけ。行き場のない三頭身は、どこへ向かうと思っている？じゃあ、大丈夫ですか？あははは、ありがとうございます。すごい暴風ですね。いくら結界で守られてるとはいえ、この天気じゃ、地底に避難した方が良かったですかね。どこにいても結果は同じよ。地底なら最悪生き埋めになるだけ。こんな世界全体を乱すような力じゃね、どっちにしろ死ぬだけよ。神は一体何を考えているの？これも試練の一つだとでも言いたいのかしら。私たちに一体何を立てたいのか、それともこれは神の怒りなのかしら。あや、もうこっちはいいわ。あんたは君丸くんのところへ向かいなさい。ですが、第一に息子のこと考えなさいよ。これが最後かもしれないのよ。もう経営たちも避難してるわ。あんたも急ぎなさい。もし、助けを呼びたくても、それができない人がいたら、その人たちにとっての唯一の希望は私たちです。救える命は救いたい。それはあんたの役目じゃないでしょ。それじゃあ、誰の役目ですか？皆さんは今、神々と戦っています。自分は恐ろしい戦場から君丸を守ってくれた。ならば、私にできることは、皆さんが望む状況にすること。
誰かが失っては、皆さんの笑顔を取り戻すことはできないんですよ。役目なんて関係ありません。やれることをやるだけです。はぁ、最後まで付き合ってあげるわよ。私が死んだら恨むからね。ふふふ、ありがとうございます。これで全員ですか。避難は終えてるけど、地震で出入り口が塞がってるらしいよ。まずいですね。ここも安全ではなくなってくる。結界を張れる者もいませんし。出入り口は私が破壊しておくよ。まだ生き残りが来るかもしれないしね。ありがとうございます。私と奥井は地底火山を見てきます。はいよ。小石は、オリンと引き続き皆さんが混乱しないようにサポートを。オッケー。世界全体が揺れてる。これは神のお怒りかしら。だけどどこか、悲しんでいるようにも見える。天神様、どうかお力を。平気様、地上が大変なことになってますよ。知ってますよ。あ、知ってたんですか。随分落ち着いてますね。知ったところで何もできませんしね。私たちが考えても仕方がありません。ですが、本当にみんな死んでいますよ。死んでからが私たちの仕事ですよ。そりゃそうですけど、今回の件はヘカーティア様も動いてます。死人が増えようとも世界は守るはず。今生きているものが全てじゃないってことですか。そのために転生があるのです。冥界にまで影響があれば別ですが、地上の問題は地上に片付けてもらわねばなりません。わかりますね。はい、小町、所詮我々は神々の手駒です。逆らえないこともあるのですよ。ですが、神は我々の力を必要としている。なぜだと思いますか。面倒だからですか。いいえ、自分にない力を持っている、可能性を秘めているからです。信じて待ってるのもいいんじゃないですか。それも一つの役目です。さて、終わらせましょうかね。使い古した人形は、さっさと破壊しなくちゃね。みんな戻ってくるよね。当然だ、霊夢たちが負けるわけがねえ。ただ少し、気になることがあるんだが。なんだよ。戻ってきたわよ。マリサたちは先に終わってたみたいね。あれ、どうしてユリコたちが。これはたまげた。助けていただいたんですよ。これであとはレミリアさんたちだけですね。やはりおかしいぞ。ニトリ、どうかしたの。だからなんなんだよ。君たちも今見たと思うが、霊夢たちが今戻ったのは転送装置が機能したからだ。そりゃみんなが三頭身を倒したからね。そういうことか、これは急がないとまずいわね。いいから早く教えろよ、なんなんださっきから。三頭身を倒したら装置が作動する、だったら。なんでレミーたちが戻ってこないのよ、私たちが戻る前からついてたわよね。それってまさか、相打ちになったか、全滅して装置が作動したか、動けない状況にあるかですね。ちょっと待って、ここにヨウムちゃんがいないってことは、スタミナの消耗で休んでるだけの可能性もある。パチュリー、ヤクモユカリ、ヤゴコロエイリン、西洋人ユウコ、一緒に確かめに行くぞ。最悪鬼神が生きてる可能性もあるし、ヤバいとわかったらすぐ逃げるわよ。待て、だったら私も行くぜ。戦いに行くわけじゃないわ、人数が増えれば邪魔なだけよ。だけど、ニトリ、みんなをお願いするわ。破壊神が現れたらここもどうなるかわからない。あ、ちょっと行ってくる。みんなは待っててくれ。霊夢、いいのかよ。破壊神は空間を破壊できる。全員向かって閉じ込められたら終わりよ。それじゃあ、ちょっと行ってきますね。よし、行くぞ。なんだこの地獄は。いたわ。昨夜、エイリン、昨夜か。レミー、フラン。ヨウムちゃん、お願い、お願いだから目を開けて。ごめんなさい、私がちゃんと止めてれば、危険だと分かってたのに。エイリン、どうなの。急いで回復薬を飲ませましたが、間に合うかどうか。見たところ、一番危険な状態にあります。最悪助かりません。ちょっとレミー、何勝手にくたばってんのよ。さっさと目を覚ましなさい。ちょっと待ってくれ。ヤクモユカリ、マシンのエリアには生命の泉がある。急いでそこに連れて行こう。あの力なら全員助かるかもしれない。それは本当なの。ああ、それで私たちも復活した。だが死んでしまえばどうなるかわからない。ならば急いだ方がいいですね。破壊神に止められる前に。ゆかり、みんなを隙間に入れて運ぶわよ。急いで。わかったわ。これが当たり前の結果か。こちらのマシンが環境を維持してたら負けていた。騎士の強さの想像以上だったみたいだな。これじゃ全滅と同じだ。この化け物たちを吸収した破壊神を、一体どうやって倒す。ニトリ、行くわよ。ニトリちゃん、どうすればいいの。こうするんだ。何したんじゃボケー。まったくムカつくカッパね。今度ふざけたら食べてやるんだから。ゆかりさん。この泉、相当強い生命の力が宿ってます。回復に使えますよ。数本しかありませんが、主力メンバーに使えば。なるほどね、いいアイディアだわ。メイリン。ヨウムちゃん。大丈夫です、すぐに目を覚ましますよ。あ、ありがとう。はゼミー、大丈夫。タチ、どうしてここに。というか、ここは一体どこなのよ。ここはマシンエリアよ。生命の樹や泉があるの。だから倒れてるあんたらを連れてきたんだけど。鬼神はどうしたのよ。タチたちが倒してくれたの。
はあ、レミーたちが倒したんじゃないの。奴の姿はなかったけど。どういうこと？死んだと思って放置されたとか、それとも誰かが倒して。化けたちじゃないなら、一体誰だ？あれ、メイリン。よかった、傷もすべて治ってるみたいですね。どうしてユユコ様がここに？そんなことはいいのよ、本当によかった。鬼神は？さあ、私は気を失ってましたし、おそらくお嬢様たちが。お嬢様、あの鬼神を倒したんですか？あの後何やかにあってね、私がぶっ飛ばしてやったわよ。さすがお嬢様ですね、あの状況で逆転するなんて。本当でしょうね、だったらさっきのは何よ。いやー、激戦だったからね、少し記憶が飛んでたみたい。まあ実際いなかったし、そうかもしれないけど。ねえ、終わったの。とりあえずはね、あとは破壊神が残ってるわ。ああ、そっか。何？まずい、崩れ始めたわ、急いで出るわよ。おい、なんかやばいぜ、まだみんな戻ってないぞ。戻ってきたわ、みんなそこから離れて。崩れていきますね。何？周りの景色が。一体何が始まるの？いよいよラスボスの登場ですかね。諏訪湖、これは空間の歪みだね。逃がす気はないってことだ。これ、落ちたらどうなっちゃうの？ヤゴコロエイリン、私はサポートに回る。薬を全部渡してくれ。完全回復できるエリクサーです。絶対に落とさないでください。鬼神を倒した気から、期待してるわよ。任せなさい。すぐ近くにいますよ。気をつけてください。転ぶと分かっていながら投げつくる。死ぬと分かっていて投げ生きようとする。死ねば全て無になってしまうのに。命、夢、希望、どこから来てどこへ行く。そんなものはこの私が破壊する。終わらせんやね。消えたわ。あは、ドライブセンター、電気くなれ。相談してやっても。ちょっと、どこに行ったのよ。なんでお前らごときが三頭身を倒せたんだ。よく掴めたのに残念だったね。あら、よっと、あらら、どうしたのかな。そんな怖い顔したって。人です。バカだね。気をつけて、来るわよ。来るです。あははは、逃げろ逃げろ。私がやるしかないわね。ミニコーチロ、キャー、あれ了解ですか。邪魔。ミカミ、レイムさん、上です。あ、その手がありましたね。サナエさん、来てますよ。私も間に合わねえ。もう諦めたらどうですかね。おい、大丈夫か。自身が違っても少し状態がない。どうか台無しですわね。ちょっと静か。私はいらないわ。それよりも拓也と不安は。今は私と一緒に隙間で隠れている。どうやら不乱に作戦があるらしい。何よ。光を宿してる不乱の攻撃が当たれば、奴の闇が破壊される。光、メガニソフィアのエレジエだ。互いを終わらせないと光が届かない可能性がある。だったら、私たちが大きなダメージを与えれば。相当追い詰めなければ、おそらく光が届くことはないと。やれるのか。鬼神の防御力に加えて、メガニソフィアの強化も含まれている。できるできないの問題じゃないわよ、ニトリ。やるしかないのよ。あんたは他の奴らのサポートを、通常によってはタクヤの力でみんなを助けて。わかった、次はこっちに任せろ。急いで戻りなさい、何かしてくるわよ。ああ、絶対死ぬなよ、それじゃあな。絶対死ぬな、か。何言ってくれるわね、本当に。あははは、これはさすがのみんなの心境かもねー。あははは、残念、この技は起爆することはできないよーん。まずいわね。ああ、魔力も二人なの限界だ。どっちにしろ、やるしかないんだけどな。あれ、押し返すのは無理よ。放った瞬間最後から向こうの予定よ。落とせばプラスで起爆するかも。だけどその前に、あの二人に任せてからね。あはは、ハイパーミッシング。新、大回転。こういう戦。死ぬよ。死ねよー。はい、残念。ニモリン。究極破壊魔法、予防。いいね。行くでしょ。破壊相手に破壊じゃダメか。アンテまで行くわよ。待って。来るのが特大なのを準備してるわ。あれに注ぎ込みましょう。みんな、もう少し相手を引き止めて。そろそろ力使っておうかな。だは。それじゃあまずはマシンの毒で何人か行こうか。
かな。ダメです、サナエさん。あれは強力な毒です。解毒剤もない今、あれを爆散させようものなら。しかしどちらにしろ、あんたたち、すぐそこを離れなさい。うん、みんな離れていくよ。あはは、どこに逃げたって毒は蔓延するよ。できた。あいつ見てよ。うん、なんですか。おい、いるの。大丈夫よ。私は、もう行くよ。君のもよくやったわ。あはは、よしからさんだけどね。姿を見せたわよ。あ、今のは痛かった。女神の身体強化は難しいな。もういいかな、君たちも力残ってないだろうし。一刻も無駄だよ、さっさと壊れろ。おい、一体どうすんだよ、あれを防ぐなんて無理だぜ。霊夢さん、無双先生は可能でしょうか。ごめん、まだまだ不安定で、正直自信ないわ。だったら、私が。いいえ、あんたたちは力を貯めてなさい。レミリアさん、あなた一体何を。お嬢様。メイリン、可能な限り私に力を分け与えて。ですが、それではお嬢様が。いいから早くよこしなさい。いちいち躊躇してたら誰も救えない。破壊の運命なんて私が打ち砕く。お前はコウマ館の門番だ。主より家族の命を優先しろ。わかったか。はい。あんたたち、あいつは魔法か物理どっちかに特化してる。魔力を高めなさい。2分の1の確率が当たる場合は、私を信じて全てをぶちかまして。マシね、だったら私たちの力も分け与える。団体より複数の私たちに注目するはずだ。あんたが欲をぶっ飛ばしな。じゃあね、愚かな人間さん。いいよ。役の怒り、霊人たちよ。わかってるわ。やばい、心臓が焼けるようになって、もし耐えきれなかったら。ごく、ミッシングスコア、レミリア。レミリアに続いて。何？お嬢様。大丈夫、絶対に死なないから。ニトリ、急いでお姉様の回復を。任せろ、役の怒り。わかってる、やけど少しまって。どうした？どうなってるのかわからないけど、制御が出てない。このまま中で暴れ出す可能性もあるわ。レミリアさん。大丈夫よ、もう少し待って。ニカミさん。緊急時の鎮静剤はあります。急いで中に入れてください。だそうだ。わかったわ。なんだ今のは。私たちのコンビネーションもなかなかね。だけどこの火力だね。じゃあ、ミント様、貴様強いね、ダメよ。ヨウムさん、ミミコさん。マジでどうするよ、差がありすぎて何をしても。ソフィアの話では、奴は今不安定の状態らしいわ。他にも力が残ってるフランも一撃が鍵を握るって。ああ、フランはそのこと知ってんのか、さっさと連れてこいよ。おそらく力に限界がある、あいつ自身への苦味が必要よ。あらら、もう動ける気力はなくなったのかな。私の破壊の力、ぜひ味わってしんどくね。あいつの魔法、それも陸力で変えてないものばかりじゃない。本数として異常は変えてないからね、参ったわ。ラキュリーさん、破壊魔法同士なら受け流せるはずです。やれますか？悪いけどそこまでの魔力が残ってないのよ。ならば重力魔法をお願いします。どうする気なの？こうするんですよ。ちょっと、霊戦さん。さて、そろそろいいかな。うん、なんですかね。ラキュリーさん、早く私ごと落としてください。このままじゃ全員死にます。急いで。わかったわ。ちょっと、本気で落とす気ですか？うっさいわね、それしか方法がないのよ。なあ、霊夢。何よ？お前があの時力を出せたのは、私たちの危機を感じたからだよな。何が言いたいのよ。世界を、救ってくれ。マリサ。バカだねえ、君一人で止められると思ったの。なんですか？マリサさん。霊戦、一緒に突き飛ぼうぜ。だからどこ二人でどうやって止めるんだって、あははは。お前に紐のくれてやるぜ。あの技は防御無視の技、今受ければ。おい、仲間が死ぬぞ、いいのか。なぜいなくなってる。私には重力が効かないのよ。威力に落ちなさい、無双不眠。そんなバカな。うわ。あ、アリス。マリサたちは。大丈夫よ。あ、痛かった。すまねえ、助かったぜ。早く治療しないと、私の魔力じゃもう回復できません。すぐにゆかりが来ると思うわ。すまない、待たせたね。ニトリさん、ヨウムさんたちは。心配するな、回復はしてある、じきに目を覚ますさ。あんたたち、本当によくやったわ。レミリアさんに感謝するんですね。レミリアは大丈夫なの、一体何が。吸血鬼は血液によって身体能力が変化します。
本来は他人の血液を摂取することで、何倍にも強くなれる。しかしどういうわけか、レミリアさんは自身でそれをコントロールした。血液が沸騰するほど流れを早め、熱を高め、強制的な身体強化をしたのです。はっきり言って自殺行為です。急いで輸血しなければ助かりません。そんな、ずっと危険なことを。霊夢、アリス、これが最後の回復だ。二人で分けて使え、十分とは言えないが、力もある程度戻るらしい。わかったわ、ありがとう。あれ、そういえばフランは。ああ、フランなら。今とどめを刺すところだ、これで全て終わる。私の力、ソフィアちゃんたちを返してもらうよ。お前の身勝手な破壊もこれで終わりだ。残念だったね。え？君、もう力が残ってないよ。破壊は終わらないよ、永遠にね。いよいよかな。どうして？ゆかりさん、急いで進もう。わかってるわ。ね、あはははは。何度も使わせるわけないだろ。全員まとめて消えてもらうよ。そういう運命なのさ。あはははは。私のせいだ。鬼神に力を使っちゃったから、ソフィアさんに言われてたのに。そんなことは。ごめん、せっかくみんなが頑張ってくれたのに、本当にごめん。フラン。ソフィアが言ってたでしょ。何かを強く思ったからその力を得られたって。思いは絶対に消えない。思い出すのよ。思い出せばきっと、力も再び戻る。最後まで諦めないで。さよなら。あんたたち、フランのために全力で時間を稼ぐわよ。いいわね。もちろんだよ。しかしこのままではレミリアさんが。一体どうすればいいの？うん？あははは、バカですね。私の力にかなうと思ってる。これでお前たちはゲームオーバーだ。何か、発射はなしでいけるの。火力的にかなり落ちるが、魔法は使える。やるしかねえだろ。来るわよ。バイバイ。心ないとにし。いつか待ちなさい。全然力が足りねえ。サクヤさん、私はあちらに、レミリアさんとフランさんをお願いしますね。お嬢様。うまい魚、私はうまい魚の皆さんを信じております。どうか、自分の心に聞いてみてください。誰のために何を思い、何を願ったのか、それがあの魚の光です。それでは、お待ちしておりますね。メイリン、あんたも早く来なさい。もうみんな限界よ。ダメです。押し返すどころか逆に強く押され始めましたよ。もう覚ましたようだね。動けるならすぐに加勢してほしい。しかし、もう刀が。刀？君は二つ持ってなかったかい。それが、急いでたあまり忘れてしまって。参ったな。刀は持ってたが粉砕してしまったし。持ってきていいわよ、あなたの刀。ミミコ様。はっきり言って私が力の足しにもならない。私の力をあなたに渡すわ。あなたの一撃なら、一瞬だけでも死ぬまでることができるはず。いけるわね。はい。本当にしつこいですね。うざすぎて腹が立ってきました。仕方がない。もう一つでかい大技いきますかね。あはははは。ちょっと嘘でしょ。さすがにこれ以上は。言ってたねえわね。考える時間もない。霊夢、お前の力が頼りだ。なんとかならねえのか。そんなこと言ったって、思うように力を出せないのよ。どうしたの？ソフィアの時は力を出せたのに、一体どうして？お嬢様。今まで、ずっと私を支えててくれてたんですよね。幸せお願い、ずっと、私を思い続けてくれてたんですよね。お嬢様、すみません。私、どうしてこんなこと。すみません、お嬢様。今までずっと、優しく。昨夜。いいのよ、あなたの苦しみはわかってる。これは当然のことなの。だけど、私は受け入れるつもりだった。あなたは何も悪くない。自分で気づけたのね、偉いわ、昨夜。人は過ちを犯し、道を踏み外すもの。だけどあなたは踏みとどまった。なかなかできることじゃないわ。昨夜。人を許せる心、踏みとどまる強さ、それが運命を変える力なの。あなたは自らの意志で、幸せを得られる道を選んだ。あなたは必ず幸せになれる。信じて進み続けなさい。私は、もう幸せですよ。お嬢様と出会ってから、ずっと。お嬢様。これからも、ずっと、私のそばにいてくださいますか。それは私のセリフよ、ふふふ。ずっと一緒よ、約束するわ。お嬢様が、私を救ってくださった。今度は、私がお嬢様を助けます。私の血を吸ってください、お嬢様。私の思いと、感謝の気持ちを込めて、あなた様に捧げます。昨夜さん、ダメです。な、どうしたの？レミ、ありがとう、昨夜。お嬢様、本当に、よかった。レミリアさん。浄化してもらえませんか？渾身の一撃を放ちます。わかったわ。また後でね、昨夜。はい、ニトリ。わかってる、見てるから急いで行ってきてくれ。大丈夫か？ここからが見どころよ。涙だ。まあ見てなさい。それじゃあ行ってらっしゃい。
凍結やろう。はい。こっちに放て、それだけ自信があるならな。お前はこれで終わる、地獄に落ちろ。いいですよ、どうせ君たちは死ぬ運命。これを破壊できると思ってるおバカさんですからね。同時に殺してあげますよ、あはははは。おい霊夢、わかってる。それじゃあ望み通り死んでくださいな。三角形。三角形、真相、ルンドミル。え、嘘ですよね。今よ。まずい。やった。いけたな。まだ油断しちゃダメよ。気配を感じる。まだ終わってないわ。うわぁ、貴様ら皆殺しだー。行くわよ。バランスをブリーズダム。まずい。何が起きるの。うまく立てない。これは。嘘でしょ。みんな落ちてく。あいつは一体何をしたの。クソ、まさかこの技を知ってるとは。みんなどうしたの。どうして動きが止まって。一体何をする気だ。あははは、どうだ全てを乱す力は、さすがは女神の最強の技。今からお前たちに、魔神と鬼神の最強の技を与えてやる。終わりだ。やった、チャレになんないわよこれ。かなえ、あんたの奇跡でなんとかしなさい。何ですよ。お願いソフィア、力を貸して。奇跡は起きないよ、絶対にね。アインソフオールアウト、アフラマズダー。みんな、どうしてこんな結果に。みんなを守れる力が欲しい。お姉様も、昨夜もみんな、私にも、戦う力を。あははは、コッパ美人だ、私の完全勝利。それじゃあゲームオーバーってことで、世界をリセットさせていただきまーす。あれ？奇跡は待つのではなく、自ら起こすものですよ。お前たちの守りたい思いと力は、まだまだこんなもんじゃねえだろ。誰かを思う心は、奇跡以上の力だって無限に出せる。そうですよね、パチュリー様。こわ、一体どうして。皆さんの強い思いが、私たちを導いたんです。どうしたんですか、霊夢さん。まだ、戦いは終わってませんよ。一緒に、戦ってくれませんか、霊夢さん。嘘だ、まさか、こんなことが。ありえないありえないありえない、こんなことがあってたまるか。なぜお前たちがここにいる、クランの光は消えているはず。果たしてそうでしょうか。光と闇は常に人の心にあるもの、決して消えることのない思いの塊。お前はミスったんだよ、不安定な状態で力を使いすぎた。気づいてたんだろ、だから力を使い果たして消滅させようと目論んだ。だけどそれは、私たちの光を表に出すことにもなる。やめろ。お前は恐れたんだ、自分の中に光があることを、そして思うとための光を。来るな。やめろー、私に近づくなー。なんて力だい、ブルーム。あ、体が、皆さん。ヤツを確実に倒すには、フランさんの力が必要です。フラン。今フランさんは思いの力を貯めています。皆さんの思いをフランさんへ。私たちがヤツを抑えてます。急いでください。行きましょう。くそ、こんなはずじゃ。人生そんなもんだっての。大丈夫か。あ、ありがとうございます。奴は今、恐怖心と怒りによって、破壊の力が増しています。どうやって抑える？力を貯める時間帯であれば、致命傷を与えることは可能ですが、自信さん、自信さんと痛んでいたそうですか。なんくんだ。そうですね、大体の人ほども答えてくれれば。おい、お前たち何かがしていた。さすがに光が消えた。抜くんだな、任せろ。ソフィア。霊夢さん、それに皆さんまで、みんなの力を分けてもらった、私たちの戦いは、ですがフランさんは、昨夜を見てわかったの。心から幸せを願い、思うものだけを集めた力は、より大きな力になるって。家族の絆が強いあの子たちには、きっとフランの力を取り戻してくれる。だから私たちにできることを、もちろん頼むわよね。はい、皆さんお願いできますか。霊夢さんと霊天さんと攻撃、カナエさんとアリスさんは二人の援護を、任せなさい。気をつけてください。こっちを見てますよ。消えなよ。くそ。気の感想を味わえ。待て。うわぁ。何あれ、猛毒？なぜぞ、あれを吸ったら私たちまで。あん。アリスか、さすがだ。かなえ、こっちは任せたわ。任せんちゃい。あれ、そういえば何かは。
何やってんのよあいつ。頼む戻ってくれ、このままじゃ戦えねえよ。ここに消えたよ。あは追加で下がりやがれ。死の運命は変わらない。確かにね。我が体でも生きるのが人間だろうが、お前らが大切にしている夢や希望、友情や思い出も全部消える。意味のないことになぜ命を懸けて戦える、守る意味がどこにある。それはね、未来へつなぐ思いを宿してるからよ。どのようなのか、今ですね、おわー、ソフィア、今だ。ぶちかませ。ラスト、ジャッジメント。何なんだ、お前たちは。力なら、さすがに気絶くらいすると思うが、あとは妹様が休み。貴様ら。な。許さん、許さんぞ。こんな運命は、私は認めない、認めないぞ。うわー、破壊してやる、お前らの夢も希望も全部、全部だ。誰一人生かして解散、全員必ず殺してやる。見せてやる、私の究極の破壊魔法を。どうするの、私、もう祈ることしかできないわよ。あとはフランやソフィアに頼るしかないわ、もう一か八かの賭けで。お前ら、下がってろ。お前、ちゃんと全部思い出したのか。お前がクソ鬼だってことは思い出したぞ。さてと。さすがにあれはなんとかしないとまずいですね、二人ともいけますか。お前こそさっきので力を使い果たしてないだろうな。あんなの一体どうするのさ。私たちにはもう何もできません、結果はどうあれに委ねるだけです。やはりスカーチア様が正しかった。あんなものを引き寄せる神なら、私はそうは思わない。何を言ってるんだい、霊夢だって危険な目に遭ってるんだよ。私も最初はそう思った。神々に関わるとろくなことにならないって。だけど違った、私たちは守られてるのよ。希望という光で、私たちを導いてくれる存在、救いの女神たちに。あの野郎、あの禁忌魔法を使う気だぞ。私たちを吸収しただけのことはあるな。それじゃあそっちも見せてやるか、それでいいよな。そうですね、私たちの最強の技、あの人も知らないでしょうし。メイドの土産に見せてやりますよ。あはははは、もう誰にも止められんぞ。お前らの夢も希望も、世界も全て終わる。消えろ。ジハード。ソフィア、レイムさん、聞いててください。希望を持った者の光の強さを、生きるという力を。ジハード。そんなバカなことが。うわぁ。この程度の光で私に勝つことはできない。これを破壊すれば私の勝ちだ、あはははは。残念だったな、私は破壊の神だ、すべては始まりを導くため。お前たちの時代は終わりだ、黙ってそこで見ているがいいさ、あははは。勝った、私の勝ち。残念ですが、あなたの負けです。おいおい。やめろ。行ってきなさい、クラン。自分と向き合う絶好のチャンスよ、私たちがついてますから。安心して前進してください、妹様。うん、ありがとうみんな。お前は嘘をついたな。私は壊すために力を得たんじゃない。お姉様やパチリー、目の前にある命を守りたくてこの力を得たんだ。うるさい、どちらにしろ破壊するための力だろ。黙って私の言うことを聞いてればいいんだよ。私の人形なんだからさ。もうお前の操り人形になるつもりはない。破壊だって、それはお前自身の使命だ。私の使命じゃない。私の使命は、誰も戦わなくて済むように、この力で守ることだ。終わりだ。フラン、フランちゃん、フラン、フランさん。いけやめろ、来るなー。生きる人は覚悟状態なものなのか。だがこれで終わりではない。私はいつでも復活する。この世に生あるものと、そして死が存在する限り。うわー、やったわね、みとりちゃん。わかったから話せ。ラストエンドになるからマジで。やったー、奇跡ですよ奇跡。バカ野郎、私たちの友情で勝ったんだ。霊夢さん、やりましたね。コア、早くこっちに来なさい。はい。ありがとう、ソフィア。よう霊夢、調子どうだ。別に、ただいつもの異変解決しただけよ。ただ、家族っていいなって、そう思ったの。私にも、家族がいたらな。みんな、ありがとう。なんだこの店、いい武器が置いてあるって情報があったんだけど、ゴミしかないな。うるさいな、ここは武器屋じゃないんだよ。君は避難しなくていいのかい、こんなところに来ても。店営業しといて、よくそんなことが言えるね。風がすごかったから商品の心配で戻っただけだよ。いやー、どこにいたって死ぬと思ってね、普通の日常通り過ごそうと。どうしたんだい。怖いよ。大丈夫よ、霊夢さんたちが必ず何とかするから。うん、あれ、夢が収まったよ、皆さん。やりました、やりましたよ。綺麗。
やったね。うん。どうしたの？ごめん、なんかほっとしたら急に。おや、なんだい？もう終わってるみたいだね、やれやれ。すまない、わざわざ。気にしないでください、これも仕事ですから。すみません、お店が心配で。もう、なんで統一帝に避難するのさ。森屋神社に助けられたくないし、あそこで死ぬのは嫌だもん。みんな、情報が入った、もう終わったみたいだよ。急いで皆さんに伝えてください。本当ですか？わかりました、はい。どうやら終わったそうです、私たちも戻りましょう。はい。映像は途中で途切れてしまったが、声を聞く限り勝ったようだな。だが今のままでは、今後の異変で間違いなく死人が出る。そろそろニトリにも本気で取り組んでもらわねばな。皆さんに伝えてこなければ。あ、その前にあのことも伝えなきゃね、きっと驚くぞ。ありがとうございます、幻獣様。また、人々のお話をさせていただきますね。よし、世界の修復はこんなもんでいいだろ、あとは自然に任せる。そうですね。どうしたマシン、元気ないな。別に。ねえ。なんだ？コアを連れていかないで、コアが心から望んでいない以上、私は止める。たとえあんたたちと戦うことになってもね。ソフィア、あんたたちには感謝してるけど、これは恩とか関係ないわ。ちょっと、霊夢。いいからやらせてやれ、戦えば気が済むだろ。だけど、いいぞ。はい。だが世界に関わる重要な問題だ、簡単には渡せねえ。おい、吸血鬼の妹。お前の本気の一撃を、私にぶつけてみろ。それで私が倒れたらお前たちの勝ちだ。立ってたらマシンは連れていく。それでどうだ、正面から受けてやる。そんな、妹様一人じゃ。フラン、お願いできるかしら。そんな、責任重大ですよ。わかった、私やるよ。お姉様、いいよね。結果なんて気にしないで、すべてをぶちかましてやりなさい。あははは、気合十分でいいな、お前ら下がってろ。来い。Tonight, fade to red.
での生活ってもんが始まった。お前どうするよ。私ですか。私は霊夢さんの家で暮らしますけど。なんだ、もう決まってたのか。マシンはあの館に住んでるしな。あそこかなりの広さですよ。頼めばオッケーもらえると思いますけど。やなこった、あそこには絶対住まない。それじゃあどこに？まあ、適当に探すさ。悟りのところにでも行ってみるか。誰ですか？悟りって。地底に住んでる妖怪だよ。ゆかりに紹介してもらった。へえ、いつの間に？おい、バランス調整を怠るなよ。言われなくてもわかってますよ。しつこいですね。あ、そうだ、聞きたいことがあるんですけどいいですか？なんだ？どうしてわざと倒れたんですか？マシンさんが疑ってましたよ。あいつが私のために負けるなんてありえないってね。どうしたんですか？もしかしてここが好きになったとか。ちょっとな、地上に残る理由ができちまってよ。残る理由ですか？それって一体、お前は知らなくていいことだ。いいかソフィア、この世界には私たちが知らない脅威で溢れている。守るもんがあんなら強くなっておけ、一瞬で消えてなくなるぞ。それじゃあな。何かを知ってますね、世界に関わる何かを。ソフィア、ご飯できたわよ。運んでくれる？はーい。やってくれたわね、あんたたち。言い訳できるなら言ってみなさい。まず戦いに参加したことは謝罪します。さすがに教会にまで影響が出たので。その辺はもうどうでもいいわ。どうせ身内の心配でしょ。私が聞きたいのはね、ヤクモユカリ。なぜあの神々どもが地上に住み着いてるのかって聞いてんのよ。そばにいたならわかるでしょ。どれだけ周囲に影響を及ぼす存在なのか。それとも何、まさかいい影響も与えると思ってるの。決して全てを信用したわけではありませんが、霊夢が巫女として成長し続けるのに必要な存在だと気づきました。それからより大きな戦いが待っているでしょう。おそらく死人も出る。霊夢が無双転生を完成させるまでもう少しです。きっかけを作るのに利用できます。完成させればどんな異変でも解決できる。追い出すのはその後からでもいいかと。へえ、てっきり霊夢ちゃんへの甘えからだと思ってたけど、そういうことならしばらく住み着くのを許すわ。期待してあげる。だけど覚えておきなさい。あんたたちが思っている以上に世界は厄介な存在で溢れてる。そんな者たちを引き寄せるということが、どれだけのリスクを背負うのか、自分たちの選択が間違っていないのか、しっかり考えながら過ごすのね。もちろんです。それじゃあ、引き続き監視はよろしくねん。バイバイ。はぁ、なんとかやり過ごせたわね。あなた半分本音で話してたでしょ。どういうことよ。何かしらのきっかけでって話よ。死んでほしいとは思ってないわ。それにあでも言わないと納得しないでしょ。仕方なしよ。だけど様へたちに危険が及ぶのは事実。何か考えておかなきゃね。刀は悪くない。私の未熟さゆえに、起きるべくして起きた結果。邪神、そして破壊神、また新たな強敵は必ず現れる。今までの修行じゃダメだ。あの場所に行くしかありませんね。おーすげー、お前やっぱり天才だな。まあ仕組みが分かれば直せるさ。代わりと言ってはなんだが、アプリゲームを開発したんだ。君が率先してやり込んで、スマホを持つようにみんなに広めてほしい。なんだそんなことでいいのか、任せてくれ。それじゃあな。あ？さてと。話は終わったのかい？あ、それでなんだ、大事な話っていうのは。データはすでに送ってあるだろ。あ、すべて目を通したさ。扱った研究所はほぼ全滅。再生させまいと研究所ごと爆破させたらしいな。こいつの危険性を理解してなかったからさ、君ならいけるだろ。今回の戦いで分かった、より強い戦士が必要だってね。だから決断に至った。これよりデモバプロジェクトを開始する、最強のソルジャーを作り上げるぞ。やべえ、道に迷った。キメイレンってこっちじゃなかったか。ったく、なんであんなに道があるんだよ。案内図くらい用意しとけ。あん、なんだあれ。え、撃たなかったんですか？フランには撃ってもらったわ。私はあの強化を思いついたから。あなたがなぜ血液の流れを自由自在に操れるかはわかりませんが、あの携帯には二度とならないことをお勧めします。心臓や体への負担が大きすぎる上に、医療でも元には戻せません。あの時はまだ抵抗力があったから良かったものの、下手をすればレミリアさん、吸血鬼の本能に負け家族を持ちに染めることになりますよ。帰ったら必ず撃ってください。体が血液を欲しがる前に。戦闘時に必要な強化剤は用意しておきます。今後はそれに頼ってください。わかったわ。何よ、急に呼び出して。これ、え、何それ。水と雑巾よ。いや、それはわかるんだけど。まさかあなた、忘れたわけじゃないでしょうね。あー、美味しかったー。霊夢さん料理上手ですね。食べた後にすぐ寝るんじゃないわよ。だらしないわね。あれおかしいな、情報によれば霊夢さんもグッチャネ属性だと。そんな属性であってたまるか。誰情報だそれ。あ、そうだソフィア。はい。あんたって私と戦ってた時の記憶とかってあるの？はい、全部覚えてますよ。少し気になったんだけどさ、あの怪物ってあんたの子供、命まで生み出せるの？正直予想外すぎてビビったんだけど。ああ、あれは力の分身みたいなものですよ。だいぶ削られますけど、心に影響されてしまうのであれですが、今ならもっと可愛い子が生まれますよ。
どうします？本気で生み出したら戻せませんけど。別に今はいいわよ、その気になったらね。あともう一つあるんだけど。はい、何ですか？これなんだけど。しばらく借りててもいいかしら、あんたが離れない理由も欲しいし。別に離れる理由もないですよ、世界の状況にもよりますけど。いいですよ。いいの、これって大切なものなんじゃ。ああ、それはですね。あれ、なんで大切だったんだっけ？そもそも人間にはあんなものはないはず、なぜ私は持っていたのか。大丈夫。あははは、邪魔するわよ。あら、咲夜、どうしたの？ソフィア、あんた妹様と遊ぶ約束してたでしょ、なんで来ないのよ。もうそんな時間ですか？すみません、少し横になってました。すみません、霊夢さん、ちょっと行ってきます。いろいろ任せっぱなしで申し訳ありません。楽しんできてもいいですか？気にしなくていいわ、楽しんできなさい。ありがとうございます。遅くならないように気をつけますね。それでは。かぶったは違うけど、誰かがそばにいるっていいわね。もし、母さんがそばにいたら、どんな毎日を過ごしてたのかな？あった。やっぱり、同じもの、だよね。確かこれって、手作りのプレゼントでもらったって、言ってたような。先輩に今から連絡するのもね、そもそも人間界に繋がるのかどうか。先輩が落としてしまって、偶然ソフィアさんに拾われた、とか？わからないな。まあいいか、どうでも関係だろうし忘れよ。霊夢さん。あら、霊夢、どうしたの？私は判例の方の霊夢です。研究所で問題がありまして。何があったの？実はゲノバという寄生生物が本体の体を乗っ取り、ニトリさんたちが、力の数倍以上に上がってます。今は名指し連の間にいるかと。どうかソフィアさんと協力して、ヤスを倒してはくださいませんか。ソフィアは今を楽しみ中よ。私一人で十分だわ。はぁ、あ、1年経ってまた1年か。そこへ案内しなさい。秒で終わらせてやるわ。